ガンダムシードついに出撃。ガンダム行きます。俺がお前を撃つ。それでも守りたい世界があるんだ。フィーバー機動戦士ガンダムシード三強。日常も趣味もそしてゲームの世界もつながり合い、楽しみながら自分の可能性を広げていく。さあガレリアとその先の世界へ。ゲーミングパソコンガレリア。ガンダムシードついに出撃。ガンダム行きます。俺がお前を撃つ。それでも守りたい世界があるんだ。フィーバー機動戦士ガンダムシード三強。ということで、イベント会場の皆さん、そして配信をご覧いただいている皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ということでガンダムゲームグランプリサポートいる場合三強クロスブースト東西対抗戦です。このイベントは主催株式会社総通、東方シネマズ株式会社、特別協賛株式会社三強、協賛ガレリアでお送りいたします。さあということで後半戦もこちら東方シネマズララポート横浜、こちらよりお送りしております。引き続き横浜会場の MC を担当させていただきます、うん、セクシー斉藤です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあみんな盛り上がってるか、はい。そして同じく横浜会場の司会進行を担当させていただきます月城里奈です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてこの横浜会場を盛り上げてくださるのはこの方。はい、後半も実況させていただきます中尾です。皆さんポップコーン食ってるか。いただきます。よろしくお願いします。そしてはい、引き続き解説担当の宮城です。お願いします。そして実況の山内純陽です。ポップコーン食べたいよ。ありがとうございます、はい、そしてゲストはこの2人。はい、レオシグです。後半も頑張っていきましょう。声が大丈夫か。コストオーバーしてる声が。こうやな。もうこうですよ。後半も頑張っていきましょう。ゴダングです。お願いします。お願いします。さあということでお送りしておりますこちらの東西対抗戦なんですが、まあ、前半からもとのにかく盛り上がっております、ね、はい、盛り上がっております、はい、最高でしたねマジで、うん、ね。もう今我々ワンブレイクしてなんかちょっともうだいぶ集中力切れた感ありますけど、ただとんでもないもうずっと張り詰めてましたからね。はい、ね、はい、ということで、まあ、今回この題している東西対抗戦ということで、こちらの横浜会場と福岡会場、はい、こちらにてそれぞれ有観客配信ありでお送りしております、はい、我々はこの東会場ということでですね、現在西会場福岡会場と熱きバトルを展示しておるんですが、早速ですがここまでの勝敗と点数を振り返っていきたいと思います。ではご覧いただきましょう。どうぞ。さあどうだ。どうだね。現在東が180、西が180で西が20点のリードですね。これ多分20点差はあの期待のやつ、期待のやつですね。期待とか期待の特別ポイントですね。いやでも20点程度ならいやそうですね、全然まぐれますよ。まあ余裕っすよね。余裕っすね、うん、誤差です。部門全部勝てば確かに確かに確かにね確かにですよね。
40点ですもんね。いやなんていう無茶なこと言うんだこいつはみたいな。でも使用期待の部分でちょっと差が出たのかな。そうですね、我々ねもうヒートアップすぎてちょっと忘れてましたね、勝とう勝とうと。めっちゃ上から物言われたもんね。横浜と中継で繋いでみましょう。はい、横浜の皆さん、はい、聞こえますか。どうもお元気ですか。元気です。元気です。お元気ですか。あれそちら、こういうのないですか。あれなんだそれ、食べないんですか。食べないんですか。何映画館なのに。食べないんですか。実況の人食べちゃダメでしょそれ。食べてるよ。喋れなくなる。コーラあります。買ってます。ずるい。いただいております。はい、楽しんでおります。いいなぁ。タンクさんなんかもっとすごいっすよ。はいはい。みんな買ってますから。いやそちらって昨日美味しいもん食ってんでしょ。本当ですよね。俺たちも食べてよ。すごい引っ張る。引っ張るね。じゃあ来ればいいじゃん。いや食べ物の恨みは結構ね。まあそう言いながらもコーリーさん、はいはい、私はコーリーさんです。はい、あなたはコーリーさんです。もうね、今本当にこの東西対抗戦ですが、まあさっきちょっとポイント見て若干では差がついていたものの、ものすごい拮抗した戦いになってまして、なるほどなるほど。差し込んで、はい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 。20ポイントでしたっけ。20ポイント、たったのね。たったのですよ、たったの20ポイントでしたっけ。20ポイント、もうですよね。ですね。いやいやいや、そちらのポイントがいくつでしたっけ。160でしたかな、こちらがね。はいはいはい。そして我々が180ですね。いやこういう身長差だと考えてくださいよ。あが20ポイントなど相当違いますね。身長差だと違います。違いますよね。やめなさい。この20でかいよな。でかいよな。敵に回ったぞ。危ない危ない、あれあの発言危ないから。危ないぞあれ。でかいよ。すいませんね、盛り上がっちゃって。すいません、本当に。いや、全然、だってこっちなんて。袖も。あ、外したな。え、何？本当だ。袖もキャストオフしましたよ。熱くなりすぎて。これがコーリーさんから。だってセクシーできないでしょ、それ。できます。セクシーそれやったら、ちょっと。第2形態だ。あ、本当だ、袖か。いや、大丈夫、無理しないで。無理しないで。あ、破れちゃう。あ、破れちゃう。破れちゃう。ちょっと。破れちゃうって何？大丈夫？あの子大丈夫？結構毒舌ですね。すいません。勢いがちょっと強すぎるじゃないですか。いやいや、でもまあ向こうは、中尾さんの、はい、はい、向こうはちょっと気になってるんですけども、はいはいはい、あ、もう神山だ、ラグが、袖をですね、はい、袖を、はい、袖をちょっとめくってるじゃないですか、まくってるじゃないですか、はいはいはい、そこ袖口に結構負担かかるんですね、ビロンビロンになっちゃうんで、全然ないぞら、左、とんでもない顔つけた、とんでもないか、いやもう試合、スタイリストさんに謝って、試合行きません、試合行きましょう、おかしいだろ、はい。誰の回しもんだね。なので後半頑張っていきましょう。頑張りましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとう。始まりますけど、もうちょっといなんか言いたいこと言ってましたね。続いてきましたね。まあでも向こう西陣営にとっては20点がでかいらしいです。あー、一瞬ですよ。まあ価値観の差ってやつですね、これ。20ポイントが惜しいのか。まあまあいいでしょう、いいでしょう。まあいいですよ。じゃあここからはですね、我々東会場が西会場を分からせる戦いが始まってまいります。はい、分からせていきましょう。さあでは早速まいりましょう。後半戦最初の対戦はこちら、天文天！わー！天文天の圧すごいっすね。天文天！さあということで、ここからは天文天と題しまして、まずは、こちらのですね、対戦の共通ルールなど、はい、ポイントをですね、リナちゃんの方に説明していただきたいと思います。はい、こちらです。大会形式は前夜祭を勝ち抜いた上位5チーム同士が対戦します。対戦順は順位に関係なく、プレイヤー同士が協議して決定します。使用機体&エクストリームバーストは対戦ごとに変更が可能となっております。ステージはランダム、
対戦形式は BO3、 東西で同じ出場順のチームとのみ対戦します。使用するバージョンは開催時点において市場で運用されている最新バージョンを使用します。そしてポイントについてはご覧のようになっています。2先 BO3 勝利で会場に20ポイント、かっこ対象戦のみ23ポイント、BO3 を5回行って勝利が多い会場に30ポイントとなっております。カフカフカフ、ありがとうございます。すみません、ちょっとポップコーン食べるのに下げてたら、食べないでくださいよ、食べてくださいよ、びっくりしちゃった。さあね、はい、こんなルールなんですが、ちょっと先にこれ昨日行われた前夜祭の結果をこれまして振り返ってみましょうか。はい、お願いします。はい、では前夜祭の結果振り返ってまいりましょう。こちらです。これちょっとなんか、なんかこの前夜祭のトーナメントですらやばいっていう話です。すごいメンツ、もっさぞろいですね、本当に。まああの簡単に言うと全国大会です、はい、そうっすね、レベル予選じゃなくて、知らない名前がないっすね、全国大会です、はい。そしてまだあるの、もう一つのブロックですね、2ブロック、はい、すごい、すごい。赤く囲われてるのが出場チームで、僕昨日、はいはいはい、前夜祭見させてもらったんですけども、ね、本当に強いチーム集まったなっていう、そうっすね、期待しかしてないんですよね、この戦い。よ、おー、これが、あ、これは相手側っすね、はい、はい、相手側も強いな、うん、いやでもうちら負けてないんで、いや間違いないっす、まあそうっすね、はい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 、こっちも名だたる方々が、そうっすね。すごいな。でこれで抜けた4チーム、5チームか、5チームです、そうですね、で上がっていると、はい。さあこれ今皆さんに参考にご覧いただきましたが、ではここで出場プレイヤーと対戦表を確認いたしましょう。はい、こちらです。ドンとドドン、さあ声が上がってます、どよめいておりますが、今まであんなにうおーって言ってたのが今すげえ。おそらくとんでもない組み合わせ、まあ、おそらくというか見れば分かるんですけど、とんでもない組み合わせばっかですね。はい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 。そして、あ、なるほど、あ、これ今繰り返して見せてくれてます。そうですね、はい、3-2で、3-2でやってるのかな、3-2ですね、はい、3-2ですね、はい、オンテンダーなっていうのかな。まあ、要はこれは先鋒戦から大将戦にという感じで、見立てて戦うということですかね、はいはいはい、さあということなんですが、まあ、どうでしょう、パッとこれ今ご覧になった中でゲストの方、そして実況解説陣の方、どうですか、はい、注目カードとか全部注目なんだろうけど、そうですね、え、簡単に、うん、斉藤さんと月島さんに分かりやすく言うと、はい、全国大会をやった後に優勝者集めてますってぐらい強い人なんです。いや、そのレベル本当に、もう猛者中の猛者なんですね。やばいな、あの大変なことが今から起きようとしてます、はい、楽しみです。はい、休憩明けにやることじゃないかもしれません。こっからエンジンがいきなりやるのね、フルスロットルいきなりかかりましたね。かかりますよ、大変なこと起きるんですか。でも機体編成も、はい、あれですね、相手チーム低コスト編成が多かったりとかで、はい、そうですね、そう、こっちは全員3000絡んでたりするんで、そこら辺も見どころですね、はい、ああ、なるほど、結構攻め VS 守りみたいなシチュエーションが、ああ、なるほど、さあということで、これはもうこのままいっちゃっていいということで、それでは参りましょう、天音天先鋒戦です。それでは我々が送り出す先方のメンバー、さだめゲーミング、のぞみサンシャイン、スキャンダルマイエー、頑張れ、頑張れ、応援してんぞマジで、頼むよ、はい、すげえ笑顔だ。ちょっと後半は私こっちの方でインタビューさせていただきます。じゃあお座りになってください。いいなって声が会場からでは、まず使用機体から お伺いしていきたいと思います、エクストリームガンダムタイプレオスバリガンドサーフェイスで、おお、しっかりと正式名称さすが、はい、のぞみさん、試合選手、使用機体はスターゲイザーです。スターゲイザー、はい、あとはじゃあ意気込みの方をお願いします。先鋒戦、まあ勝って流れを作れるように頑張ります。おー、出てー、力強い、
い、頼むぞ、頼むよ、はい、やらかさないように頑張るんで応援してください。頑張ってください。押してきたな。いいですね、この言ってやるぞと、ちょっと控えめってこれバランスが取れてますね。光栄が。チームとしてのバランスが。チームとしても、そうですね。まさに高校生と低校生ですよね。おー、はい、俺はいいインタビューから入ってますから。さあ、ということで、では準備をしていただきましょう。はい、お願いします。はい。いや、すごいな。いやこれ見られるの幸せっすね。本当にこっから電車やばいっすからね。これ本当にクロスブースト締めくくりにかかるわけなんですけど、はい、はい、本当にこんな点オン点普通なら組めないですよみたいな。絶対成立しないっすね。組んじゃダメだろみたいな、はい、重症じゃん。混ぜるな危険なやつですね。そうですね、混ぜるな危険ペアが、まあ、20チーム 20人出ておりますけど、うん、これは宮城さん、先方から大将戦が繰り広げられるわけなんですけど、いやもう映画見る感じでポップコーン食べながら見ていいですかね。本当ですよね。我々ポップコーン買ったんですけど、頑張れって言いながら一人あのチュリトスを食べててもうめっちゃ喋る気がないですね。もぐもぐしてる。もぐもぐタイムですか。はい、一応あの許可をいただいておりますので、はい、購入して食べてもいいと。いや、まあ、向こうは、こういうのいいね、いいですね、本当にゆるく。まあ、皆さんもね、かなりポップコーン買ってたりと、結構行列ができてたり、うん、たくさん買ってね、はい、観戦モードに入っておられますが、ここからはね、出場される方もたくさんいらっしゃると思いますので、まもなくさあ、始まりますよね。さあ、それでは天音天の先鋒戦となります。それでは皆さん、まずは後半戦一発目勝っていくぞ。頑張れ頑張れ。それでは実況お願いします。はい、それでは私の赤尾から実況させていただければと思います。では試合画面の方へと移っていきましょう。まず試合の方移っていくのはスキャンデル選手のスターゲイザー。さあ、スターゲイザー先ほど映りましたが、相手のチームは本日初登場ポイントが危ないと。さあ、スモートイーディス登場となりますが、この組み合わせどうなりますか、宮崎さん。そうですね、やはり抵抗抵抗の上で、まあ、ゴールドスモーマーですね、かなり全員寄ってはありますので、声出てますよ。こちら対するは次元許可系ではありますので、はい、まあ、かなりこちらは最初守りでいきたいですね。そしてその守ってる、うまい思ってる間は、まあ、強化を交互に使って、こちら常にですね、はい、動きを阻害できるようにしていきたいですね。ありがとうございます。まあ、こちらは、まあ、堅実にビームライフル等で戦っていく、まあ、スターゲイザーは後輩物ありますが、向こうは変形を主に使ってくる、少し厄介な組み合わせになりますかね。そうですね、やはり中距離戦、まあ、ゴールドソバが中距離戦やや苦手なんですけども、はい、いいですか、カバーしていかがでしょうか。そうだ、この変形ですね、やはり低コスト、この曲げ打ちと呼ばれるテクニックを推理いかなくてはいけないのはかなりプレッシャーになる要素の一つだと思われますが、さあゴールドスモー、ここはダブル、おお、広いエリアが見える。さあ休憩明けなのか、本当にもう体仕上がっている。おお、マゲッチャーしっかりと読んで逆側へと移動していく。いいですね、進行も広げちゃって、慣れ性マジで。さあ起爆してから一度立て直せ、さあチャージしてから、ここは守りに頑張れのためには体を無意に張らず、ゆっくりと追い詰めている。下がって、いやー、さあ相手もうまいっすね。これ捕まってしまうとゴールドスモーに対しては置き攻めからしのぐのはかなり難しい。バースト使って、いけ、ナイス、はい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 、はい、いいよ。さあ、はいはいはいと決まっている。バースト落ちしなければ問題ありません。オッケーオッケーオッケー。さあ大きなダメージ、そしてバーストを無事に使い切りました。さあここはジャンプダクトを誘導させるように、ナイスやろ、安い、安い、はい、できました。さあ安く済ませて、さあこれで落ちればバースト溜まると、頑張れ頑張れ、オーケー、いい、いいタイクマンだ。ここはバースト大好き、はいはい、バースト大好き、さあただゴールドスモの置き攻めがかなり強力。うわっ、ナイス、やす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 。さあビームライフルはイージスの中でもかなり被弾を抑えられている方でしょう。さあダブルロックに対してはここは相方を信用してダブルロックさばいている。頑張れ。さあここは変形、はい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 、いいですね、先落ちした機体をここまで減らすの大きいですね。さあゴールドスモ
かなり暴れているが、いやいい、ここは遠慮をしながらしっかりと防いで、おお、まぼ、うわぁ、いやいや、るがいやいや、るいや、ライブ、全然惜しい、はい、ナイス、はい、さらに、いいコンボ、ダメージを伸ばして、いいコンボ、あなたの決まりの攻めを仕掛けば、いい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 、抜けれている、ここは信頼の、イーリスを追いかけて、ナイス、さあ、バースを使って逃げていく、さあ、この後、スモーにはバースがあるか、しのぐはかなり難しい、どうにかして、ノックアウトなければ頑張れ、どうだ、あー耐えてくれ、避けている、ナイス、うまいね、いやー、耐えた、お、いる、頑張れ、当たるかもしれんぞ、さあ、ここはスーツ、バース溜まったが、2対1しのげるか、うわー、バース使って、さあ、強化に入る、マジである、いけ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 、どうだ、いけ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 、え、どう、いや、うわナイスファイト、目の前に勝利は見えていたんですが、いや、マジでナイスファイト、マジでナイス、本当の本当にギリ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 でしたね、要はそっから爆発、いや本当にこんな熱い試合から始まっているわけですが、立ち上がり、まあ負けてはしまいましたが、はい、今そのギリギリの耐えとか普段通りの動きをできている中で、もちろんその置き攻めが決まっていたタイミングで体力を大きく奪われてしまっていた場面はありましたが、それ以外はかなりそうですね、バッチリ落ち着いてプレーされてましたね、うん、さあ引き続き行っていただくわけなんですが、この2セット目から今まで皆さん流れを変えております、そうですね、はい、1試合目を受けて頑張れ、まあ、1試合目様子見ですよ、そうです、様子見です、確かにね、どこまで相手が仕掛けてくるのか、ここをしっかりと把握した上で2戦目と臨んでいただきたい、まあその休憩明けっていうのでね、ちょっと気持ちも落ち着いていたところもあると思うので、ここからブーストがかかってると思います、ね、ん、悩んでるか、おってこい、 おっと仕掛けてきましたね、これゲーム画面の方で動きがありましたねさあ、ざわつきのタイミングがありましたが、2戦目やっぱ1戦目を受けての2戦目なんで、キャラクター期待ピックにもおそらく理由があると思います。さあ、ではゲーム画面の方が来てまいりました、映せていけますでしょうか。さあ、注目の期待が投資を出来て、さあ皆さん応援していきましょう、はい、お願いします、投資へ、さあでは山内さんお願いします、はい、11欲しい、さあ1いっぱい押していますが、ここからです、さあアバランチェクシャ出てきましたよ、レンはアバランチェクシャ来ましたね、そう、ナイス、うまい、しかし強くていい、安い、全部安い、安い、全部安いという言葉もあり、安いその言葉でぐんぐん前に行ってほしい、ナイス、さあ気持ちで勝っている、ワンボうますぎ、降りてきます、しっかり、いいよ、ワンチャンスですね、勢いで返してけ、さあ画面が光りましたが問題ない、さあここで強化入って、メインから、いや、うまいって、うまく上に飛びながら、いや、いや、おー、いや、はい、はい、や、いや、はい、や、ぐんぐん前に行って捉えてる、まあ、1戦目を受けてめちゃくちゃガンツめに転向しましたね、さあ続いてゴールドスモー、そうだ、どこまで攻める、さあジャンプ格闘でお互いに画面を順々に飛びまくって、バーストがこのカワイクバーストで抜けていきます、オーケー、うまい、うん、さあかなり体力削ってますよ、緑ロックへの入り方がめちゃくちゃ良かったですね、今そのままゴールドスモーに対してはバーストがいく、いいよ、叩きつけ、叩きつけ、まあここ助けに来るしかないですよねという場面ですよね、うまく助けました、まあ相手がアバランチに組みなればなるほど、はい、そうですね、バリアントが手に動けます、さあ順調からゴールドを狙っていきますが、いい、ナイス、攻撃を落とした、イージス落としてます、えさあスカートが当たってしまったか、全然安い、さあここからナイス捉えてる、はいはいはい、触らず受けました、おいしい、ここも変わりますと、トランザムで動く、さあ一旦入れてかって、さあ一度、おお、
さあ、華麗な動きを見せている。バックを避けて頑張れ。そのまま近づいていきます。アバランチェクシャー。さあどうする。ここから攻めのきっかけを取るのがかなり難しいか。なるが、わっ、これも受けてる。うわー、いいストライダー。すげえ、ゾーミー。いいですね。非常に名前が響きます。さあ勝者で揺さぶりながら無理やり前に詰めるのは少し難しくなった形ですわ。丁寧に動いていきます。はい、そうですね、丁寧に切り替えている。ああ、ここはないですよ。ここからです。うまい、うまい。さあピョン、ピョン飛んでくる。いけ、飛ばれ、噛みついて、うっ、えもう一個、うっ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 、危ねー、エフセフセフ、すぐに行く、助けた。素晴らしい、マジで素晴らしい。さあ、いい切り替えでした。さあ、かなり攻撃的な相手のチームペアなので、はい、のぞみ選手もしのぎきるのは難しいんですが、かなり時間を使って、まあ、やっぱり相手が攻撃的なっていうところで、はい、まあ、1人でロックを集められるにアバランチに変えたのが結構好奇しましたね。今しかも最後 あの相手との距離感、アバランチエクシャじゃなかったら何なら間に合ってないまでありましたよね。なるほど、やはりあの距離を詰められるのはアバランチエクシャさすがといったところでしょうか。特権じゃないですか、うん、さあうまく機体変更が噛み合っていきましたが、一勝一敗ですね。そうですね。そして初登場機体ということでプラスポイントももらえるんですかね。これ天音点はどうですかね。天音点はもらえない。天音点は違うんじゃないですかね。はい、多分、即席だけの即席だけ、はい、ルールだと思うので。なるほど、はい、ここはもうあくまで勝ちに行く。はい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 、ポイントより勝ちっていうことですね。そうです。さあでは続いて3セット目になります。泣いても笑っても先鋒戦最後の試合、先鋒戦のテンションじゃないですけどね。対照戦ですよ。先鋒戦はこれ一緒じゃない。対照戦なんですけど、さあそれではお互いに後がないと。おっと、切り替えてくる。おお、再びここは気持ちを落ち着けたようです。まあ、かなり相手に圧かけましたからね。はい、相手に絞らせない、相手はアバランチエクシアで来るという予測もしていたでしょう。さあそれでは頑張れ、頑張れ。さあ無理やりこの緩急を組み合わせでつけていくという始まりになりましたが、打撃がここで飛んでくれ。さあ意識外でしたね、かなり。わっ、さあ勝者が上からかぶさってきましたが大きなダメージには至らず。さあここをしのぐのがかなり難しいですね。押しようか。いい、まあ、しのいで、ナイス。さあ、まあ、今日バリアントはあれですよね、その直接勝者を当てるというよりは爆風でかなりプレッシャーを当てると、やや上の方から地面に向かって打って爆風をうまく当てるという。さあ、みんな使いどころなんですが、それにしてもタイミングがうますぎる。大丈夫大丈夫大丈夫、狙っていたんですが相手も冷静でしたね。見てましたね。ナイス、うまし。さあお互いにダメージはいい感じに奪えている。ただここからバースが絡むとかなり苦しそう。やすやす、大丈夫大丈夫。ここから、さあ頑張れ頑張れ。おっ、バースが当たっている。ナイス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 。さあここは一度抜けて、ナイス、うわー、ナイス、ナイス。ダメージを取れたので問題ありません。さあ2人の連携があればバース落ちは気にしなくても大丈夫でしょう。やばい、やばい。今のうちに落とせるか、頑張れすぎゃ。ナイス、やばい、返してくださいね。流れは来た。さあこれはうわー、いい、おいしい、おいしい、おいしい。これはめちゃくちゃおいしいぞ。チャンス、頑張れ。おお、いやー、バースアタック、すごいダメージだ。すさまじく減っている。オーケー、いいよ、いいよ。ただバースが戻ってきた。ナイス。そしてイージスの連携では倒しきれない体力でしょう。あ、惜しい、惜しい。さあ画面外すが、やーっと、あー、止まる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 。さあバーストを貯めて、これはバーストをかなり長い間使えるようになったので結果オーライとは。さあフルが溜まりました。さあ溜まって、フルバクだ、フルバースト、ナイス。さあ耐久も回復する、ビームライフル一発で逃れ耐えれるか。
さあ、使って安全に詰め寄っていきたいところ。おー、終わってくれ。いやー、やーなー、マジでした。いやー、お客さん、やるー、判断天才か、驚異の差し込み。どっから差しに行くの。やってくれた、天才だ、天才がいた。ここでバリアントで逆に攻めていくという、はい、素晴らしい試合でした。一言お願いします。本当にもうドキドキでした。もうまだ心臓がガクガクでも、もう勝った事実嬉しいです。本当に嬉しいです。おめでとう。ナイス、めっちゃかっこよかった。マジで泣きそうだと。はい、1戦目負けてキャラ変更したんですけど、うまいことハマってよかったです。ありがとうございました。やりたいね。ナイス、本当に勢い作った。うん、いや素晴らしい。天音天先鋒戦勝者はチームさだめゲーミングのぞみサンシャインスキャンダル。ナイス。いや、すさまじい。いや、こんな気持ちいい会場ないでしょ。気が最高っすもんね。いや、でもコメントももう福岡会場のコメントもこれさすがにもう素晴らしい。それはそう、何も言うことねえっていう。いや、そうっすね。いや、特にやっぱりその固定点音点、固定でエントリーしてきた人たちっていうのもあって、うん、2戦目でスキャンダル選手が立て直して、うん、3セット目でのぞみ選手が決めるっていう、うん、素晴らしい、完璧な流れですね。完璧な流れ。いやー、この流れ今日行こうね。行きましょう。さあ、では天音天地方戦、こちらのメンバーをお送りします。チーム You Can Smile レプリカ You Can 頑張れー。いいよー、頑張れー。やっちまえ。それではお名前と使用する機体と意気込みなど聞いていきたいと思います。カメラに向かってお願いします。はい、ユーキャンです。機体はユニコーンガンダム使います。地方としてこの流れを、まあ、立ち返るように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。頑張れ頑張れ。レプリカです。使う機体はハルシアで、少しでもチームに貢献できるように頑張ります。頑張れ頑張ってください。いやー、先鋒戦です今の。俺たちさっきね、まあ、若干休憩したじゃないですか、はい、全部使い果たしたね。持ってかれましたね。あっちゃいる。ちなみになんですけど、あの皆さんから見えてるか分かんないんですけど、試合が決まった瞬間、はい、毎回なんですけど斉藤さんカメラに映ってないのにシャーやってて、多分今会場で一番喜んでます。もうだってさ、もうこれ気持ち入らん。いや確かに超入りますよね。いやマジでいい、めちゃくちゃおもろい。どんだけ抜かれてんのかすげえ不安になった後で上がれてみ。いやマジでおもろいんだよな。いや面白い。次見とこう。もうあの意識しちゃうからやめて。いやでもここから地方戦ですかね。まあ、はい、地方戦です。はい、そういうユーキャン、そしてレプリカチームとなりますね。あれでもあれかな、ユーキャンさんが意外とさっきくじで当たりまくってたんだっけ。そうですね、くじで当たり、え、あ、そうなんですね。そうかな、持ってる男、持ってる男、即席でも当たってましたから。しかもダブルでなんかね商品も当てたんですよ。檻に乗ってる、乗っている。勝ったわ勝ったわ、ハンド持ってます。この流れでいきたいですね。いいですね。さあ試合始めそうです。さあでは参りましょう。さあこのまま地方戦も取って連勝いくぞ。頑張れ。よし、実況勝利にいざなってくれ。任されたー。では皆さん改めて盛り上がっていきましょう。お願いします。さあということで画面視点になるのはユーキャン選手、そして相方はファルシアということで、かなり時間を使って戦える組み合わせになりますね。そうですね、やはりファルシアはですね自衛能力非常に高いので、まあ、その地を生かしてユニコーンが強化に入るまでの間、なんとか連携で耐えていきたいですね。はい、ただ相手のゲームもさあグリグリされていますが、やはりグーカスメかなり使用人口は低めというふうに先ほど
あの画像の方出ておりましたが、評価はかなり高いですね。非常に高いですね。1500の中でも、うわー、曲げ打ちもプロ。だからそこはしっかりとレプリカが止めていく。カップル取られてる。ここからの立て直しが、まあ、デストロイモード中のミニコンはとても強力なので、バーフもありますからね。この後通常値に戻った後どうするかですね。早めに使って、一旦降りです。さあ削りが怖いが、はい、戻して、さあしっかりとコンビネーション決めて、ね、ここまでパルシャの体力減っていませんからね。さあここで早めに落ちてしまうと、まあ、ダブルロックなことがありますので、はい、なんとか次のデストロイ回していきたいですね。さあ時間を使う、おーい、めちゃくちゃマシンが飛んでくる。降りてくは使わない。だってあえて前に行って圧かけてきましたね。ここはうまくなすぎる、うまい。さあバースト落ちですか。光っていた姿が見えましたが、いい連携。さあファルシアが追撃するよりめちゃくちゃ痛いですからそうですね。さあ完全に流れこっちに来ましたね。さあそして11というこの体力はもう根性勢がとんでもないぐらい乗ってますが、相手はもうグーカスタムは落ちないですからね、はい、カプールが体力減っていますが、いいですね、均等に減らしてもいい感じですね。いやこれオリテクを使うか使わないかの読み合いといいますか、仕掛けたが絶妙ですよね。これわっ、さあまだ耐えている。4どうだ、やバス使わせた、十分十分。4を減らすなきゃバス使いましたよ。もう耐えた。さあこの後押さえていきたいところですが、バスク頑張れ。ないないない、超冷静。さあこれ次の復活直後のバーストはかなり難しそうですね。カプそうですね、1500で体力減ってしまうと、まあ、守りのバーストに回さざるを得ないので、こちらかなり有利ですね、はい、そしてこのデストロイ中になるまで大丈夫です。ユニコーンに攻めることが難しいですよね。さあバーストが溜まりましたが、どこで使っていくのか注目していきましょう。さあここはレプリカ選手に前を任せて、まあ、ファルシアもね、はい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 、はい、ナイス。削りは得意な方なので、さあここで気をつけなくてはいけないのは曲げ打ちなんですが、開幕いきなり2発できましたからね、はい、どうだった序盤、大丈夫ここから。そうですね、さあそれでもと頑張れ。置き攻めは気合で抜けていきたい。バースト使って、ここは時間を稼ぎたい。カップル来ますか。パル大丈夫、大丈夫。でそれも先ほどの耐久忍耐力を見ればいいよ。デストロイさえあれば問題ないと。これ気をつけて、ここ使って、頑張れ。怖いところではあるが、そうバースト使わせた。読み合いあまりにも怖すぎる。さあグフを捉えるのはかなり難しいですよね。そうですね。さあここでカプルのバスがそろそろ終わるでしょう。さあどうするか。うわー、最後は上昇にかかってしまった。さあですね、やはり1試合目序盤の苦しさを立て直す仕方がかなり後半に整ってきているので、これ先ほどの先方戦に引き続き、こう2回戦目以降にやはりね、この1戦目の研究を生かしていただきたいと。やはり相手のペアは抵抗抵抗1500、はい、1500ですね。先方はおそらくそんな大きく変えられないと思うんですよね。はい、そうですね。そしてこちらはまあ3000、2000ということで、まあ、かなり先方に柔軟性がありますので、まあ、今のを受けてどういいか見ものですね。さあまたですね、はい、先ほどレプリカ選手はもしかしたら別の機体を出すかもと。なるほど、あの機体を出すかもと言ってました。あの機体がね、コメントでもありましたけど、ありましたよね。レプリカ選手といえばこの機体が出てくる可能性がありますからね。まだここ悩みどころですよね。先ほどはかなりうまく機体変更を利用して立ち回りをそのままそも変えていくという戦法でもぎ取って2戦目をもぎ取っていったんですが、まあ、この両名はどう変えていくのか注目です。さあかなり入念に話し合った結果、機体選択へと移っていきます。さあ1戦目を受けてレオシグコタングはどうですか。そうですね、あ、やべ、グフの、はい、遠距離から伸ばしてくるやつが、うん、ステージが遮蔽物が少ないっていうのも相まってかなり、そうですね、次のステージがどれが来るかっていうのも割と重要だったりするかもしれません、うん、まだ1なんで確かにまだ大丈夫です。あ
れうまかったな、すごいわ。でも途中からね、11からずっと立て直したのは、うん、さすがトッププレイヤーでしたね。立て直しの速さといいますか、11であそこまで追い返しましたから、はい、この後の2戦目に注目していきましょう。では2戦目の山内さんお願いします。はい、さあゲーム画面映りました。変われるタイミングお願いします。さあ機体変更はありません。続いて、はい、続行続投です。頑張れ頑張れ。さあ皆さん応援お願いします。ファイト。さあ先ほど言いましたステージがややキックあるところですね。はい、そして視点はファルシアです。さあまずはこの前角をうまく利用した、はい、もう着地ずらしですね。これを使っていって相手的に的を絞らせません。わっ、さあ勝者打ちながらカプロを狙っていきます。ここが取られていきました。そうですね、やはりこういう起伏や建物がありますと地層系はちょっと動きづらそうではありますね。はい、もうちょっと貸してカプロを追いかけつつグフカットもしっかり見ています。バルカ落ちつつGS からグーカスタム捉えた。素晴らしい。やはり試合全体的にグーカスタムにどうダメージを与えるかというのが少しポイントになっている気もしますね、はい、そうですね、やはりそのグーカスタムですね、まあ、特殊カットのワイヤーなので誘導切りがありますので、まあ、2人で狙ってもかなりですね狙いづらい。あ、勝者当ててる。守り方グーカスタム減らしてで下がったところにカプラー2人でっていう感じで狙いたいですね。そうだ、おお、ナイス。うまい。何が見えてる、何が読めてる、ニュータイプ画面見てなかったですからね今、はい、相手見えてなかったから何かを感じたのか。さあレプリカ選手ナイス、はい、やっていきたい。勝者もナイス、ね、完全に流れはこちらだ。相当いやらしい、いい、いや超ナイスパスだ。バーストも使わせて、いけ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 、ナイス、でかい、強い、安い。そしてお、さあカップルの攻撃も避けていきます。勝者を狙いつつ、さあさあバルカンでバーストの時間を狙わせるのはかなり美味しい。さあ角度から勝者、相手の行動を抑制するような勝者を打ち続けています。そうですね、ただそのカップルの射撃チャージがかなりのダメージを誇るので、そうですね、あの強さで単発120で出ますから。 OKOK、要体か。ここは全然大丈夫ですね。先ほどと同じく体力が減ってからやはり立て直す形をうまく取れています。ゆうきゃん前から降りて勝者、ここでカスタムに当たってよく見てた、その距離で。そしてまたガード、これでバーストも溜めていきます。グーフカスタム着地際狙っていきます。さあカバリングバースト発動して、おいしい、いいわ、ナイス。 DS も狙っていきます。ダウンまで取って、まあ、これグフを残してカプルに行くか、たったり飛ばしつつ、はい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 、しっかりダメージ与えてユニコーンが取れる。いいバースト、いいバースト、いけ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 、どうだ、いけいけ、声が上がっている。めくりにかかるか、いけ、取られてない。さあグフカスタムを取っている。おいしい、バースト使わせて、いい CS 打ちつつしのいで、安い、格闘も当たれなかったのでダメージを取りますね。大有利、揃えて近づいていきます。カプルをトライに格闘でぐんぐん詰めて、さあデストロイが溜まるまで打ち続ける。さあお互いに攻撃が当たり気配がないが、攻撃が狙って勝者避けている。逃げ場を失った、ナイスすぎる。ちゃんとラインファンデルを取り付けましたね。ここはそのまま追い続けます。さあ着信ガードのメイン、さあ優勢ですよ、溜めている。さあグフが勝者を溜めているか。さあこれは俺に落ちていったか。ユニコーンがここでシューティングバーストです。さあ時間もなくなってきた、勝者打ちつつ、さあ時間は10秒、カップルを追い詰めたい。時間がないか、カバリンバースト頑張れ、近づく、取りたい、取らなくてはいけない。メインを追い詰めたい、あと2秒だ。いやー、惜しい、惜しないか。いやナイスファイト、マジで、うん、バーストアタックが惜しかったっすね。惜しかったですね。さあやはりギリギリの戦いではありましたが、
さあ検討してくれた両名に改めて大きな拍手を送りください。ナイスファイト、ナイスファイト。今の試合は両宿さんいかがでしたか？そうですね、なんか結構序盤押される展開多いんですけど、途中から立て直して最後ギリギリのとこまで行ったっていうのがすごい胸熱でした。はい、タングさんはいかがでしたか？はい、いやもう最後勝ったと思ったんですけどね、ギリギリ落ちきらずいやでもすごいいい戦い見せてもらいました。ナイスファイト、本当にナイスファイト。何なんですかね、毎回このギリギリ。いやもう本当すげえいい試合だったんだけど、うん、もうなんか、ま、負けるとこのむちゃくちゃ悔しいんだよ本当に。そうっすね。いやでもね、我々まだまだ、はいはい、中堅から大将までとんでもないメンバーがおりますんで、はい、早速中堅戦のメンバーをお呼びしましょう。はい、チーム千葉、プレイヤー青のグリモア、レイングゼロ。頑張れ頑張れ、ファイト、頑張ってください。お座りください。ではカメラに向かってお名前と使用する機体と意気込みをお願いします。はい、レイングゼロです。ユニコーンガンダム使うんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、頑張ってください。頑張ってください。お願いします。あ、青のグリモアです。キャラはオーベロンになります。相方さん、千葉の宝なのでちょっと足引っ張らないように頑張ります。どんかしです、死ぬほど当てます。ありがとうございます。さあ、いいっすね。やっぱりその固定チームっていうのがあって、組んでる理由とか、うん、地域柄とかいろいろありますから、はい、それもすでにね画面に出てきてはおりますが、まあ、折り返しにかかりますか。ここは取っていきたいところであります。そうですね、相手はコカ・フェイトということなんですが、はい、どうかな、まあ、まあでもすぐ待ち抜しそうですね。中堅戦ですね。いやここ取りたいんだけど、はい、もうでもまあね、やる側にはもうプレッシャーかけないで頑張ってほしいとか楽しんでほしいっていうのもあるし。そうなんです、何言ってもプレッシャーになりそうでちょっと怖いです ね。そうなんですよね。だから気持ちが入っちゃりまくってるんで、はい、さあということで中堅戦です。さあ精一杯この2人を応援しましょう。頑張れ頑張れ頑張れ。では実況お願いします。はい、それでは中堅戦見ていきましょう。さあ視点は青のグリマ選手のオーベロンから見ていきましょう。はい、さあオーベロンは今日初ですね。はい、こちらも乾燥技術限許可となっておりまして、はい、まあ、通常形態は、ね、変形があるんですけども今回は変形がなくなりまして、はい、まあ、その代わりですね、常時ですね、まあ、プレッシャーのようなものがまといまして相手の鈍足効果が効きますので、まあ、それによって相手の機動力を下げることができます。それを圧にして、まあ、球を当てていきたいではありますね。ありがとうございます。さあ、ただ組み合わせ的にウィングガンダムゼロへ一番の、まあ、メイン勝者が少し面倒くさい場面が出てくるかなとプレッシャーありますが、プレッシャーから、ね、画面の位置とあとフリップの自爆ドンソン、うまい、打撃チャージ見てくださいと踏んでいたがあまりにも完璧すぎる。おお、いや、めっちゃ安いもん、まさかすんごい。さあシールドで序盤の球をシールドできてますかね。そうですね、その上で、まあ、フルヒット直にダウンしましたので、ね、かなり安くしました方でしょう。さあ返球を入れて避けて、さあ絶妙な旋回しっかりと出してる。おー、やばいよ。さあこれ寝かされたのはかなり大きい。しかも止まった止まった、めちゃくちゃいい。大きいかば、はい、しのいでいる。はい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 、ナイス。さあデルタブラスは降りるか。さあ相手は見事です。マジでいいダブルロック、打撃チャージ使ってクロス取っていきますか。さあうまくダメージをまとまって与えられている。こちらペア、おお、変形をうまい、いい。さあブーストが無限にあります。すげえ、変形を使って、いや、もうすごい、すごすぎる、ロボ絶妙すぎるだろう。そのメインどうなってるの。さあ照射を流すイメージもなく強化、あとは左か、おっ、さあゼロシステムがあったので照射を打っていましたが射撃チャージが来ていたのでキャンセルか。止めていきましたが十分すぎる体力が残っている。
ここは少しオフェンスを少なめにといったところになりますかね。そうですね、相手はかなり後がないのでこちらは じっくりいきたいですね。勝者の流れさえ食らわなければ。おい、さあバーストスターセンター。相手はあの体力でもやってくるしかありません。おー、狙うのか。で、いや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 、さあここは問題ないでしょう。あ、オッケーオッケーオッケー、でかいでかい。このバースト両方おりますね。なあ、完璧。マジで強すぎる、強すぎる。さあ終盤やはりバーストが絡むとどうしても試合の展開的に動くタイミングがありますので、ヒヤリとした場面はありますが、それ以外のこの安定感、このレベルの対戦でこの安定感出せるもんなんすね。いや、すごいっすね。相方タカとか言ってましたけども、これ両方とも千葉の宝っすよ、俺。はい、そうっすよね。オーベロンの CS ってあんなに当たるんですね。そう、出しどころも絶妙でしたし、はい、やっぱりオーベロンって、その強化に入る前って、やっぱりその、勝者の流しだったりを。そうですね、やはり中距離維持をして、まあ、なるべく相手と近づきたくない期待はあるんですけど、ね。あるんですけど、変形解除の後のメインが、いやー、近距離の読み合いが非常に素晴らしいですね、あれは。何なんすかね、絶妙すぎましたよね、一発しか打ってないのに。その一発を当てていくと。はい、的確すぎる狙撃がかなり勝利へと道を切り開いたイメージがありました、1戦目となります。さあ、この後2戦目を受けるわけなんですが、視点の方は変えていきますか。点変えていきますか、じゃあ。はい。さあ、向こうの準備が整っていないようなので、もうしばらくお待ちください。準備整ったようです。さあこの立ち上がり維持していきたい、維持していきたいですね。ただ流れはもう完全にこっちペースだったので。そうですね、コスト以外はかなり危険性なしと、うん、どうしても3000コスト2500コストの都合上起きてしまうことはあるんですけど、両方とも均等に減ってしまうと危ない可能性ありますけど、はい、さあ試合見ていきましょう。頑張れ。さあ予想通りのでこれを勝てば勝利となります。さあユニコーン視点、エイングゼロ視点です。アシスタントベル、早速開幕からおよめきが食らわせています。いやー、それ食らわないの。さあ立て直して、さあ味方もそうですが相手も戦術を少し変えてくると。さあ次元強化デストレモード NTD を発動します。さあ下を取って、いやー、すごい、うますぎ、フッピングマグナムまでしっかり仕込んでました。さあ結構やっぱカウンターってアシスト無双がなくなった後にしか出せないんで、でかい、エイズがしか把握できないもんなんですけどね。おっ、安い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 、クリア試合がサブクラで打っていきます。サウィングゼロ体力あとわずかというところ、ここはおっと向こうのマグナムがデルタプラスから射撃取ってきました。サウが当たってるんですかね。メインを打ちつつアシストを飛ばしていきます。しかしこちらもちょっとヒントに減っているのが怖いところではありますが、ここは立て直すために下がっていく道も見せてますね。さあウィングゼロはここで大丈夫、残れば大きいんじゃないですか。着地際ここは取られますが、まだまだここからです。共にかなり削っている状況です。バースト間もなく来る。オーベルはしっかり体力残してますからね今。トラ、いやー惜しい。ああ、着地からサブ、ここでシューティングバースト発動してサブメインメインと打っていきます。リロードしてウィングゼロ、ここで捉える、ナイス、お見事。さあ続いてデルタプラスを狙っていきます。さあ無理はせずにウィングを迎え撃つ形。さあこのバースト中は黙ってますよ。モビティバースト発動するウィング、さあクロスバーストになる、ナイス、うわー、テレビだ、あと一発。さあウィングゼロも狙ってきます。エンドレスタンス番組プレッシャーで耐えながら、やーる、うますぎ。そしてデルタプラスをウィングガトリングで狙っていく。さあ耐えれるか、アシスト飛ばして当たってくれ、全員当てる、ナイス、ここからだ。落ちるか、落ちねえ、さあその隙にデルタプラス落としてます。でかい。さあこれはかなり大きいですよ。さあ一旦追い返して、はい、
さあ中距離で両方に圧をかけていく。バーストまもなく止まります。走ることがたまるまでは相手を近づけさせたくないですね。足がうまっが捕らえますが一瞬の隙をついた相手が。さあバースト溜まっています。ボイジーバースト発動するのはミンジゼロ。そしてカバリングバースト発動する。うまくしのいで立ち回りに戻りますね。ただこちらにはシューティングバースありますからいつでも使えます。さあデルタプラス狙っていきます。メイン打ちつつ一度落ち着きますね両プレイヤーとも。さあが最速のローリングバースライブだったんですけどよく見えています。サーブ当てていきシューティングバースここで発動していきます。アシスト止まらない。メインは当てていく。待って、あれ立ち上がりあるよ。サーブ打ちつつこれは当たらない。 NTB 発動してあデストロ入れデストロ。うわー当てて、よく抜けた。さあ残り20秒だ。着地決めねえな。バーストアタックでてかすごい反応だったな今。よく抜けましたね。よく抜けましたよね。一瞬でしたね本当に。連打してたのかな。溜まってなくて連打連打してたのありますよ、ね、甘いっすよね。いや、どんだけハイレベル。いや、普通なら決まってましたよ、うん、そうっすね。ハイチャージで抜けてくるかよ、いやうまくこのゲームシステムを利用したバースト抜きですかね、はい、そうですね、溜まってない間は溜まってない時にやっぱ3つボタンを連打するとブースターしか出るんですよ、はい、まあ、それを利用して、まあ、溜まりそうな時はその3つボタンを連打すると、まあ、被弾しなかったらブースターして被弾したらバースト抜きができるということで、うまくシステムをついていった可能性あります。可能性ありますよね。じゃなきゃって信じたいですね、まあ、もしくは人間性のがやばいとあれ反応だったらもう反応じゃないと信じたい。早すぎる。さあただですね、やはりどこまで立っても接戦と。そうですね、うん、何なんでしょうね。圧勝してほしい気持ちもあるんですけど接戦も見たい気持ちもあるし、めっちゃ見てて楽しい。接戦すぎてポップコーン食べる気もないですよ一切食べれておりませんポップコーンさあ準備が整ったようです。画面の方は映っていきますでしょうか。では山内さんお願いします。さあ千葉の宝この2人が戦っていきます。オーベロン視点で見ていくようです。頑張れ。さあ皆さん声を上げて応援しましょう。応援しましょう。さあ一勝一敗ここは勝っていきたいところ。いやだからデルタプラスすごかったっすね最後のバーストアタックも。そうですよね。あのバーストは結構難しいんですけどもね。ナイス。いやうまい後ろからのカバー。あいいダメージ効果ですね。照射打ちつつここで次元強化いけない。前と大ダメージ与えていきます。さあシャイキシエス、そしてそのままデルタプラスも狙っていきます。どういう攻め方でか。口際はいきましょう。さあ照射まで。そういう打ち上げで打ち落とした。さあユニコーンはダメージを食らっていません。ノーダメージ。素晴らしい。ゼロの距離いけなかったですね。ここからもう安い名月取りました。さあ立ち上がって無料だ。これは無料だ。無料ですか。これも無料ですね。これも無料。まだ無料。無料期間内。さあ支援強化勝者打ちつついい動きで確保してメイク使わせました。こちらもバースト発動してでしょ。おーっいいどうしてもいい。そしてバーストアタック。今日が2回目うわうわやってる今やったな。相手にも魔術師がいましたが戦場の魔術師しかし1本が耐える500以上残しのだけバーストになってます、はい。カバリングバス発動するデルタプラス次元強化間もなく発動できます。いいガードにしっかりしてバースでかい溜めていきました。次元強化バースアタック。さあゼロも少しメインメラチュアン CS いい誤射で溜まりましたね。サポラドンが使っていくか。さあずらしてずらしてまうえーまた見れた射撃 CS こっちにも魔術師がいますラージショットの魔術師いましたね。さあ見せ合いながらさあただユニコーンの体力
全然ありますね。124回変わってない。でけえ、でかすぎ、でかすぎる。それは何がいいって、やっぱりユニコーンの体力をここから減らしに行きたくないんですよね。そうですね。ただまあ減らさないとユニコーンはデストレイモードをずっと回せますので、はい、相手がかなり苦しい展開でしょう。さあオーベロン、また次元強化、デルタプラス追いかけ、リングゼロの上を取っている。それも避ける。前特射を地面に向かって打ってすぐ着しましたね。さあちょっと惜しい。おー、遮蔽の裏を狙い済ませて、そのおおおそのまま取っていった。浅見打ち、素晴らしい。これが千葉の宝、千葉の宝だ。千葉が見せた、我々には千葉がいる。素晴らしいですね。宝たちですね。もう宝たちですね。これはコンボして完全に。はい、ではおめでとうございます。一言ずついただきたいと思います。お願いします。相方に説教しないで済んだんでよかった。厳しい。急に怖いっすね。ストイックっすね。まあ練習してるときずっと説教受けてました。怒られてました。まあ今日はね、まあ CS 強化 CS めちゃめちゃ当てられたんで、はい、よかったです。いや、素晴らしかったです。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、しかしまさに中尾くんの言っていたこの魔術指導士の対戦を見事に制し、見事中堅チーム千葉、青のグリモア、レイングゼロ勝利。おめでとうございます。ナイス、ありがとう。来てるこれ。ありがとう。さあ、天音天勝ち越し行こうぜ。行きましょう、このまま行きましょう。それでは副勝戦です。チーム愛は太陽じゃない、プレイヤーナノハ、マユラ、頑張れ頑張れ。いつものお前らでいけ、いけるぞ、頑張れ。はい、それではお名前と期待と意気込みをカメラに向かってお願いします。こちらのマイク、はい、あ、はい、マユラです。デスティニーガンダムを使用します。ナノハ君とは1年ぐらい前からタッグ、組み始めて、まあ、今回初めて大会一緒に出るんですけど、まあ、クロスブーストの思い出として、みんなに勝利を届けたいと思います。やれー、いいぞ。斉藤さんにぶっ刺さっている。いいよはい、ではお願いします。ナノハです。今日は、エクストリームガンダムタイプレオス、ゼノフェイスで、いきたいと思います。まあ、皆さんに最高のホームランをですね、見せられるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。お願いします。まあ、我々もコメントの芸術戦では完全に西に大差をつけてますね。いいっすね。もうアーカイブ見ても分かってくれって感じなんですが。そうですね。多分ビビりますよ、僕は。いや、ビビりますよ、本当に。この一体感。まあ、大抵ね、東西やると、西の方が喋りうまいんですよ。確かに。トークがね、すごいっすからね。もう本当差別するんですけど。まあ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 、でも本当に、この副将戦ぜひ。東も仕上がってるぞと。いや、もう本当気持ち山が入ってるし、一体感しか感じない。感じられないですね。そして若干さっきガッツポーズした時大パンしてしまって今めっちゃ痛いんですかね。なんか痛そうな顔してたそれだったもんね。あの当店大パンはお断りで。大パンはやめましょう。はい、さあ試合の量ですよ。さあ早い、準備が早いぞ。さあもう対戦の準備は整っている。はい、画面の方参りましょう。副将戦、さあ勝ち越すぞ。やばい、さあ、というわけで冷静に前田登場。さあ、今回は冷静にしてなかった。いや、視点はなかったですね。視点はなかったの、はい、即席タッグであって、まあ、見事活躍されましたね。活躍しましたが、今回はいいですね。データプレッシャー味方にあってもゲージが回収できますので、はいはいはい、まあ、あれでゼノフェイズは進化までの時間が早くなりました。安い、さあ、実質プラスト安い。さあ、一度下がって立て直しが落ち着く時間。そうですね、やはりデスティニーガンダムは照射もありますからね。後ろから援護もできます、はい、まあ、しかし初撃ありますよ ね、 いますからね。あまり後ろに下がりすぎると若干きついか。ナイス、拾い直し、味方が来てくれた。これこれ、いい曲げ、これこれと言っているが、会場からこれこれコール、ナイス、ねじ込んで
マイラス先輩が引き上げたこれよ国内ホームラン最高かおいさあこのネジこれよ乗ってんねおいすげえどうだネジ込んでさあギャング落ちたおいおい持っているマップを完全に理解してるさあ頭の中には世界地図が上から目当てていく相手も相手でうまいっすね、うん、さあバースト中素晴らしいかなり厳しいお前ら頑張れ頑張れさあ相手いいうまいいい逃げあいいあー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 あさあこの後どういう展開になるか。息を避けて。おお、そうしんじゃない？出た。おお。頑張れ。何それ？え、何それ？なんで？本当？やった！十分十分稼ぎました。何が見えてんの？狙撃にだけ気をつければ。ごめん。あれやな。いけいけ。はい、行きます。頑張れ。バスタッフクロスはい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 バスタッフダメダメそう、ジュネがついてくるかどうするギャンが横にいる完璧マスナイスかっこいいお、今日会場に新ニュースか何人だよ、マジでやばすぎだろナイスだね攻めの通し方超かっこよかったっすねねえ、お二人にとってはねあの前格闘のねじ込みは嫌な思い出があると思うんですけどいや、やめましょうねあったはずなんですけどね、はい、いや、味方になるとこんなに楽しみますねいや、こんなにねチーム戦のいいとこ出ましたね、うん、はいさあ、流れは完全に持っているさあ、思い出をみんなに残しに来たと言う一言いただいておりましたが今かなり大きな声になりましたが、はい、次決めて綺麗に終わらせたいですねそうですね、うん、頑張れ頑張れさあ続いて2セット目になりますしてもゼノンでお送りしていきますがゼノンでいきましょうはいでは山内さんお願いしますはいさあ見ていきましょうここで勝ってこの天音天勝ってしまいましょうお願いしますさあ、手はゼノン頑張って走ってんですがさあ、勝負が合ってるがまずは接近しておおやはり合いました仕掛けてくるまずは強化していきたいところです、ゼノンあーおーおーおー動きはなんださあ、もう戦いの合図がやってんなゴングが響いてる、うん、響いてますねナイスおっといやいいいやいい着地はい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 いいゴシェラいいいい前角さあいいですよさあ第3形態までもう間もなくすぐに行きたいところうまく上げてきてさあここはガードしてタイミング合わせさあここからですこれはギリギリ当たらずどう詰めるグッドファイナルさあまずは1投そしてそのまま狙い続けるホームランを奪い取ってナイスバット使ってさあそのまままずはホームラン1回ですから1本目のホームランからやだこれ安い安い安いここからここからナイスもう1本はい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 はうーもう止まんないんじゃないこれうわさあ一刀両断してしまうかステップしてもけるよこれはさあ届かさないかホームラン届かないか大丈夫近づいていきますさあこれ追いかけていく相方の前の逃がさない逃がさないさあここで、まあ、カットするしかないでよねタブラいいライン耐えますねいいよここからだうわーはいさあ横に来る行きます最高最高だ特大ホームランホームランだよホームラン3回打てば勝っちゃうんすよ最高っすねマジでめっちゃうまい
なおいら出てきた。すごい。はい、それでは勝者のお二人にインタビューしたいと思います。一言お願いします。はい、まあ運命図のペアなかなか噛み合ってると思うんで、まあその噛み合ってる部分をね、結構見せれたのかなと思います。最後にね、クロスブースのいい思い出になりました。ありがとうございました。ナイス。ありがとう。お願いします。まあ最初に言ってたホームランですね、有言実行できて、まず嬉しかったっていうのと、完璧だった。まあゼロンで大会出たの初めてだったんで、あの結果まあ残せてよかったです。ありがとうございました。いや、マジで最高。ナイス。ホームラン王です。ホームラン王ですね。ありがとう。うますぎた。もう2人のそのホームラン、そして思い出は一生忘れねえぞ。副将戦見事勝利を決めた。ありがとう。さあ、もう斉藤さんから凄まじい量の熱が感じ取ります。ごめんね。いや、凄まじいです。勝ち越しちゃったけど。いや、確かに勝ち越しちゃったんだけど、うん、足んないっすよね。なんかさっきあの西のコメント見たら、うん、コーリさんおこって書いてあってなんかあったみたいですけど、あまあでも我々はですね、思い出にさらにこの上書きをさらにしていきましょう。はい、いきましょう。さあ、いよいよ大将戦です。お呼びしましょう。な、長いな。顔と式プロ生活5ヘクタール目、プレイヤー井上ジュニア、カモン。頑張れ頑張れ、やったってくれ。やっちまいますね。はい、それではお名前と期待と意気込みをお願いします。あ、井上です。と使用期待はキュベレーです。と結構最後の方になってきて疲れてると思うんですけど、応援お願いします。任せろ。元気応援じゃ全く疲れてねえから。お願いします。はい、ジュニアです。と使用期待はカバカーリーです。と昨日の前夜祭でと5チーム中5番目に抜けたんですけど、大将任せてもらったんで気合入れて頑張りたいです。よろしくお願いします。頑張れ。はい、頑張ってください。その大将は運命だからね。運命運命なんだよ。あ、いや、ごめん、どうぞ。いやアイデアスタンバイをしていただいている間に、はい、現在キャストオフ第2形態に移行している中尾さんがいます。ついに第2形態お聞かなってしまった。強化してる、中尾さんも強化してる。あ、やっぱもう熱浴びてる、ね、熱浴びてる。はい、私も行かせていただきます。いや、もう大将ですけど、さらに上書き上乗せしていきましょうよ。そうですね、はい、倍でいきましょう。倍で倍でいきましょう。いや、来てんな、この大会すげえな、これ。いや、もう声出してるだけで超楽しいですね。え、なんなら本当に我々プレイヤーより斉藤さんマジで刺さりまくってて。いや、本当に相当楽しいですね、横で喋ってて。いや、もう出てきたかな。さあ、それでは、はい、大将戦1セット目の準備が整ったようです。画面の方お願いできますか。さあ、ということで大将戦も勝って突き放すぞ。頑張れ。さあ、井上選手はキュベレー見ていきましょう。数々の大会でもかなり名を残してますからね。はい、突っ放しと捕まってしまったか。さあ、相手もかなりやり込んでいるプレイヤーでありますが、負けていません。さあ、ここは守りでゲームを抑えに行くと、大将ライズ。やはり中心戦であればこちらが非常に有利ですからね。ナイス。相手は何としても近づいていきますので、はい、こちらは迎撃の構えでいきたい。さあ、いいですね、この距離感。いや、素晴らしい。さあ、安定しすぎている。無駄にブースト使わず、ステップを挟まない。さあ、風先はしっかりと避けて、ナイス。捕まえて、いや、完璧。いや、うまっ。変形して、変形して。いい。おー、もしいる。いや、うまっ。いける。距離派、完璧か。完璧。いや、いい。いや、これ、あの
言葉が出てこないですね。すごい、すげえって言葉がこぼれてます。徹底され尽くしたこの立ち回り。さあ上に飛んで、球が全部上に飛んで。さあ観客席からも飛べと。いや最高の高飛びますね。超えているが戻ってくれ。マウが加弾を奪われますが、体力差十分に取れているでしょう。落ちなければバースを残せる。ナイス。落として。ナイスだよ。さあこれ5連カプレー前にいる時のかなり難しくなったと思われます。バーストもないですからね。はい。マスターガンダムはどちらを狙いに来るか。さあマスターを抑えに行きたい。来ました。ねえ。一人。なんか噛み合った。噛み合った。わかんねえ。さあ後ろに下がって。ナイス。ナイス。ナイス。でかすぎる。さあ一旦一人取って。欲しい。さあ下がれて。さあ井上クラッチ炸裂しましたが、ここは下がってやはり安定を求めたこの立ち回り。無駄にブーストは浮かさない。いつでも相手が攻撃の構えですね。ここは最低限で味方を守っていきます。そうだ、これはバーストレットはない。いや、でかい。おのいっす。これは捕まえてる。ここはおっと出るんじゃないですか。いいダメージ叩き出している。さあ、カバーガーリーのタイプも、はい、このタイプも、タイプダンス。さあ、スーパービームリングが炸裂していましたが完璧すぎます。完璧完璧、うん、これどうすんすかね、2戦目どうしようね。あれもしかしたら機体を変更して挑んでくる可能性があるくらい。あ、確かに本当に前サブチャイキ1回当たってダウン取られた時が一番危なかったぐらいじゃないですか、うん、まあそれ以外全然危なくなったんで、まあ向こうが苦しいんじゃないかなという感じでしょうか。これは機体選択の変更を視野に入れて、多分こっちも身構えておいた方が準備できるのかなというふうな試合展開を作ってくれた。まあ、ただ相手が続投の場合はかなり安心して見られる試合になるんじゃないでしょうか。そうですね、そうですね。さあいいですね、やっぱその今日高飛びへの声援がいいですね。飛べと。そう、大正義です。今日は普段だったら降りろなのに今日は飛べと。降りてこいっていう側なんですけどね。飛べという声が聞こえてきておりますから。さあ2セット目決めてしまうのか。思い出の上乗せ期待しております。ステージはかなりエモみがありますね、はい、セブン。あ、ここでこのステージか。はい、では引き続き実況は山内さんお願いします。はい、受け取りました。さあここでここで勝って相手を叩きのめしましょう。お願いします。さあ川川リー戦です。空の支配者という言葉が今後ろから来た。まさにその通りだ。さあですが、うまく相手も捕まえてきてますね。あ、ここからですね。そうですね、まあ、序盤捕まってしまいましてもそのまま攻めが継続しなければ相手は攻め続けなければいけないですからね。さあビームカーテンからビームリング統合室。さあ臭いな、何もしないぞとゆったりした時間を使います。本当両名ともに無駄なブーストを一切浮かさない。うお、ビームリング12すぎる。追撃そして勝者から統合まで。勝者カス当てからのダメージとこはいやあの状況で選択できるのはすごいっす。さあ空で飛べ飛べ飛んでる。あ、ゆる。おお、ナイス。サイドセブンの空は高いね。さあビームリングをまた当てて待って止めてる。ビッグカーテン照射する。ナイス。もう最後のレンジャプルはカーテンに引っかかってる。さあダメージを奪わせて。さあバイプッシュと。バイプッシュ避けて。いや今だったらね、必要にない横ブースト吹かしてたら食らってますからね、うん、徹底して相手が来ないならこっちは何もしないと。さあ空に上がって空にとどまる。空の王者が空で回る。冷静だ。さあ冷静です。いいですね。アカロック継続から。さあカードを回しました。アカロックを継続しているので誘導してくれると。さあここでマスターはおそらくバーストを使ってはきますが、どう返すか。さあ勝者打ちつつメイン打って着地マスター。
リームに切り離してやってきます。ここでうわうまっ、回転する両手ソラエー、うまい、ソラエー、ソラエー、ソラにオミルファイターは上がってくるのに、いい動きうまっすぎ、大変だな、うわー、あいつに指導が安いんだから、さあいい、指導が安い格闘コンボなので大丈夫でしょう。さあ起き上がりからマジでキムレーが倒ってきてる、このカバーでかすぎる、本当に、さあいいカバー、さあ、井上敦の体力ですが、よーし、下がっているよ、さあ、炸裂しております、さあ、追加ビームか、さあ、おひゃる、いや今のタイミング完璧でしたね、いやー、乗っかるわ、さあ、これなんですよね、井上選手、フィジカルが非常に強い、そして、行くときはしっかりと行くと、さあ、下がりつつ、笑いも聞こえてきているが、これどうすんだ、トラリーが上がり、飛ぶか、上にいるぞ、飛べ、飛んでるぞ、さあ飛んでいるケニア選手は空にいる、さあ綺麗な空が、うまっ、何何何何出してフィングフォームからオレンカップでねー、お前が強い、何だそれ、ええ、さあビームリング戻ってきて格闘もセルフカット、さあ回転しつつ、さあ変わりきますと、はい、うわー、クロス、なるほど、クラシの勝利だ、最強、本当に素晴らしい、過去最高にかっこいいクロス、打ち合わせしてました、最後またまた二人の勝利でしたね、完全にドラマのような戦いを見せてくれた、バーストクロスかっこよすぎんだろはい、では勝者のお二人に一言ずついただきたいと思います、お願いします。あ、大将の役目しっかり果たせてよかったです、応援ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、なんでそんな静かなのお願いします。あ、このゲームで多分一番空飛んでるんで勝ててよかったです、ありがとうございました、ナイス、ありがとう、いや貫禄ありましたね、うん、最後の一言、はい、ということでまずはこの大将戦を戦った、もうこのチーム名と同じぐらい長い、おそらく記憶に刻まれるでしょう井上ジュニアに大きな拍手を、ありがとうございます、いややっぱな、その一番空飛んでる自信があるって言ってましたけど、飛び方にも連動があるんだよっていうのを最後見せてくれましたね、空はこう飛ぶんだよと、2人ですら、いや何それとか、いや知らない卓でしょ、最後何したのみたいな、すごすぎる、すごい、ずらしながらね、いろいろテクニカルやられておりましたが、はい、現在ポイント集計中ということで、そうですね、はい、いやもう天音点で4勝しちゃったかこれポイントみんな楽しみですね、楽しみですね、楽しみですね、ちなみに言うと芸術点が加わればもう我々の勝利確定なんですけどこれ芸術点でもあるっていう話おそんなことない、裏ポイントあります上乗せはないか、さすがに、いやでも本当熱かったね、熱かったですね、いやそのチーム戦でその接戦で来てた、今イベント全体を通して接戦で来てた中で、はい、このチーム戦やり込みを一番披露してくれる人たちが、うん、それを突破してくれたっていうのがさらに熱いですよね、はい、熱いっすね、もうさあということで出たっぽいっすよ、おそれは天音点最終的な結果をりなちゃん発表お願いします、はい、あ、これはまずリザルトかな、リザルト、はい、まず1戦目ですね、はい、こんな感じです、いや、ウィンの文字が気持ちいいな、いや気持ちいいですね、先鋒戦勝った、はい、そしてさあ、これがこれ、時報戦ですね、時報戦ですね、惜しかったんですけどね、いや、マジ惜しかったよ、あ、惜しかったもう目の前ですからね、本当に落ちなかったってだけでしたから、うん、そして千葉、なるほど、2つあるんですね、地方戦と中堅戦と、あ、そうそう、中堅戦の頭が入っていて、はいはい、で最後ですね、これ名前が長すぎて判定判定かぶってはおりますが、でも3個に分けて一応全部やってくれてんだ、そうですねそういうことか、これありがとうございます、はい、井上ジュニアペアが最後見事勝利を
上乗せしてくれたということで、皆さん改めておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そしてそしてそして、この対戦の結果を踏まえて、はい、東西各チームのポイントを確認しましょう。楽しみだな。はい、こちらです。ほら、どうなる、来い。当然、圧倒的じゃないか。じゃあ、いや、素晴らしい。これはまずいことになりました。いやー、まあこれは、これまさに圧倒的なやつですね、これ。20ポイントを、20ポイントであんなに、ね、重視してたのに。確かに、どういう腰ですかね、今ね。96がね、こんだけ離れてたら。20ポイントであれだけなんかマウントを取ってきてたけど。96ポイント。あれ、悔しい。超悔しい。いや、そうなんですよね。なんでなんでしょうね。戦ってない我々が一番悔しいまであるかもしれないですよね。いや、めっちゃ出てきた。ポイント悔しい。これも悔しいとちょっと裏腹。焼き食いだ。焼き食いだ。ポップコーンやめろ。ああ、すいません。ああ、それでもやめるポップコーンだ。俺好きなんだよ。どうぞ。それでも止まらねえ。え、でも。提供あるんですか、これは。あ、でも我々はね、自分で並んで買いましたから。あれ、自分のポップコーンですかね、これ。ポップコーンに思い詰まってますから。あれれれれ、結構置いてある。ほんとだ、全部置いてある。おかしいよね。いや、もうそういうことして、応援足りないじゃないですか。あのね、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 まだ終わってないですからね。すごい正直な話しますね。チートスまで正直な話しますね。はい、はい。あの喋ってもらっていいですか。そちらの天音天の、はい、天音天のオーダー力むちゃくちゃすごくないですか。なんかピンポイントですんげえ当ててきてるんですけども、誰決めたの。あ、大将が采配したみたいですね。井上ジュニアペアが、なるほど、立候補で、あのチームの構成を練ったということで。なるほど、すんません。いや、マジうちの大将が。いや、マジそうだ。それはまさかけないですよ。頭もすごいんすよ、こっち。そうか、そうか、ね、大将が。正直そこには本当に読まれたな、脱帽だなと思ってます。はい、シンプルに、はい、シンプルに素晴らしいと思っております。ありがとう。なんかね、さっき20ポイントプラスでだいぶなんか偉そうに言ってたけど、96ポイントぐらい差が入っちゃって。どうするんですかね。どうする、コーリー。あー、はいはい、誤差っすね。なるほどね。なるほど、誤差か。誤差か。誤差っすね。はい、誤差っす、誤差っす。はいはい、まあまだ終わってないんで。そうですね、ですね。まだ終わってないですよね。間違いねえ、終わってねえよな。まだいけるよね。こっから逆転して勝っちゃったりなんかしたらめちゃめちゃ盛り上がると思いません？間違いない、間違いない。いや、こっちも逆転させねえよな。イエーイ。やった。声めっちゃ裏声。負けないっすよ。負けてんじゃないよ。今かよ、食べるの。袖がなくなってるし。確かに。そ、あの中途半端に袖取ってる人もいるし。いやいや、取ってますから、ちゃんとこれ。あ、俺のことか。まあでもね、はい、我々は本当にもう前日にね、美味しいご飯も食べてないですし、今日の朝までコンセントレーションもね、ご飯めっちゃ引っ張って、全力でスーパーファインバーに来て、あの人年上だよ。いや、怖い怖い。まあまあ怖くないよ、大丈夫だよ。まあ負ける要素がないから、俺たち。まあそうです ね、 ね、うんうんうん、遊びでやってないから。いや、諦めてないですよね。そういうのじゃないですか。持ってますからね。やめてほしいですよね、ちょっと。置けない。あ、ここ置きますか。あ、そうそうそう。まあ、これで終わりじゃないんで、はい、まだ終わってないんで、はい、ここから、ここから巻き返して、必ずこちらが勝利するんで、楽しみにしておいてください。はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。やばい。あ、なんかポイントが数字が違ってた。え、数字だけちょっと違ってたね、正確な。あ、まあ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 、これくらいなら誤差だね。これは誤差です。
これが本物の誤差ですね。誤差です、はい、まあまあねえ、もうちょっと減らしても、まあ確かにね。てか皆さんご覧になりました？なんかもう向こうさ完全になんかもうねえ、なんか打ち上げというか打ち上げみたいになってなんか燃え尽きてましたよね。戦ってんだよこっちは。でなんか盛り上がってますかっつって後ろやったけど、なんかもう半分ぐらいなんか疲れてましたただ、はい、我々の勝利を確たるものにするためには、していきましょうよ、会場の皆様の最後の力を借りるより他ございません、はい、続いての対戦はこちらです。会場内即席作戦パート2。さあということで、ここからは会場内即席作戦パート2をお送りしてまいります。ということで、まずこちらの対戦ルールですね、ポイントにつきましても含めてりなちゃん簡単におさらいお願いします。はい、こちらです。大会形式は出演者1名と観客1名が即席タッグを組み対戦。観客は座席番号で抽選を行います。使用機体は使用機体とエクストリームバーストは対戦ごとに変更可能となっております。ステージはランダム、対戦形式は230カウント BO1 です。使用するバージョンは開催時点において市場で運用されている最新バージョンを使用します。そしてポイントについてはご覧の通りです。一先勝利で会場に5ポイント、会場内の方が参加した場合は10ポイント、そして全国使用率 61% 以下の機体に乗った場合は5ポイント、会場内即席タック戦にて未使用の機体を使用した場合は5ポイントとなっております。はい、はい、ありがとうございます、はい、これはですね、使用率は111以下の機体ですね。111以下ですね。はい、はい、我々もね、最初使用率 50% 以下ってどうなってるの、勝率なんじゃないかといろいろ考えてたんですが、使用率と勝率間違えたなと思ったんですけど、半分以下、半分以下ということで、その誤変換だったのかしら、ねね、まあもうみんなの思いが溢れてね、台本に反映されちゃったんですよね、多分ね、はい、さあということで、はい、ここからまた、抽選でですね、今回のこの、タッグ、こちらの会場内タッグ抽選してまいりますが、今回こちら改めてでですね、参加者の方は参加するだけで、オバブのプレイヤーステッカー、ねこちらがもらえますよと、あとは、抽選会にてデスクマットアクリルスタンドのこのダブルチャンスもあるということで、はい、さあ気圧アクリルスタンド、待って、このクランクだ、このクランク、かわいい、かわいい、かわいい、あれなんですよ、満を持してゲームでもナビをカノクランドにされてる方かなりいて、はい、すごい嬉しい、はい、本当に、はい、ジブレンドマスターにしました。アピールが強いなすごいそう、私もさっきここ後ろから見させていただいて、ね、結構カノちゃんのしかも衣装もね、皆さん好きなものを着せていただいてて、はい、水着の方とかもいて、はい、すごい嬉しかったです。これからも愛していただけたら嬉しいです。お願いします。いやー最高最高。さらにさらにこちらのもう大好評デスクマット、いますよ、おい、大丈夫、はい、かっけー、かっけー、かっこいいな、これマジで欲しいんだよ、いや、ね、本当に欲しい、欲しい、ね、さっき抽選会でね、でも当ててたんだよね、我々の出演陣で一人、なんかそんな噂聞いたんですけど、ね、多分あれです、ミスです、ミスだって我々もらえないって聞いてたんですよ。そうなんですよ、ね、でもミスさですよね。まあでもね、この抽選会ありますんで、はい、もうこれ参加するだけで、もうでもただこれすぐ抽選締め切っちゃうんで、今すぐ言ってください、ね、はい、今すぐ、はい、ということでお願いいたします。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあこれもね、なんかサンプルでもらえるかと思ったら、これもちゃんとあげるやつでギリギリで作ってるって言われたんで、さあ我々の分も、うん、ねえめちゃくちゃ欲しいですよ。さあということで、抽選一組目は先ほどですね、はい、パート1で、5試合目ができなかったので、はい、その二方を繰り越します。そしてここからですね、2組をまず抽選させていただきます。はい、2組抽選させていただきます。2チームですね。そして僕がこれから、抽選をさせていただくのは、参加者のリスト番号かな、リストバンドのナンバー、はい、はい、そして月城が抽選させていただくのは各コーナー出場者の箱から
はい、させていただきます、はいはい、ではもうパパッと2枚引いてしまいます、うん、お願いします。 ありがとうございます。じゃあ私も2枚パパッと。パパ、はい、ありがとうございます、はい、早いですね、1枚ずつ2枚と。ではまず1人目はこちら、ドン、 E の046いますか。誰だ、いる、誰だ、046いる、頼むぞ頼むぞ、頑張れ、頑張ってくれ。そしてタッグを組むのはこちら、青のグリマース。いい流れできたね、頑張ってください。もう説教はありません、ね、そしてもう説教ありません。もう一方はこちら、こちら、はい、E052 番さん。052番さん、いました、お願いします。おー、頑張ってください、お願いします、頼むよ、お願いします、頑張ってください。はい、そしてタッグを組むのはこの方、マグメガさん。おい、マグメガさん、ファイト。さあ、ということで、はい、この呼ばれた方はどうぞ前の方に来て準備の方をお願いいたします。さあ、ということで今ですね、呼ばれた方々にはそのままお名前などもお聞きしてまいりますが、その前に先ほど1組目 E の29番、そしてバッサー生きるボットさんが入りますので、はい、まあ、改めてここからですね、ちょっと仕切り直しも含めてもう一度お話をお伺いしたいなと思っております。はい、そうですね、お名前からもう一度後半から見てる方もいらっしゃる。そうですね、はい、いや、はい、その通り、はい、お名前と、期待と意気込みをお願いします。はい、木の影です。パート1に引き続き、パート2にもね、あの喋る機会をいただいたってことで、フラマーガンダム、2500コストで行こうと思います。はい、まあ、視聴者枠、あんまり強くはないんですけど、頑張って耐えて勝利をね、あの運を掴んだんで勝利も掴んでいこうかなと思います。よろしくお願いします。いいね、いいコメントです。完璧完璧何かやってた、何かやってたではお願いします。使用機体は、ビシャスで、ビシャスもパチンコ武装、変形サブ、パチンコ武装なんで、今日ちょっと期待値高めでお願いしたいなって。頑張ってください、頑張ってください、期待してます、頑張ってください。その T シャツ、その T シャツ着てれば大丈夫です。はい、絶対大丈夫です。いやー、ここからさらに緊張しますね。なんかリードしたらリードしたで、ね、多分選手的には、はい、よりプレッシャーが確かにかかると思うので、ここは我々で、まあ、特にレオシグコタングでな、はい、和ませてもらって、はい、任せてください。俺らが後ろについてる、頑張れ。これ勝ったらもしかしたら一緒にゲームできるかもしれない。すごい一日つきっきりだよ。本当にこれきっかけで、ね、一緒にゲームやる人が増えればね、うん、いいですね、確かにね、はい、大成功だと思うので、よし、応援するぞ、はい、さあ参りましょう。それではこちらの当日会場内タッグ第1戦目、この2人にかけて確定たるこの勝利をもぎ取るぜ。頑張れ。では実況お願いします。はい、それでは見ていきましょう。視点にはビシャスが登場。さあ、ここは支えながらも勝利を掴んでいきたいというところでありますが、ここからは、はい、ナイス。これ本当にパチンコか、パチンコか、いや、うまい、ウケている。いや、いいですね、 CR ネクストリーム出てます。さあ、だから近くとの読み合いは当たっていないが、いや、全然安い、ダメージが勝ちてる。そうですね、ダメージ勝ち。ここはゆっくりと通るように見せかけて、ファインシールド、勝者はギリギリ当たらない。さあ、低コストペアなので、ナイスキルコース、先落ち、後落ち、いや、いい、頑張れ、うまい、範囲で当てて、おお、さらに成功です。さあ、追い打ち、なぜ、なぜ、控えても大丈夫か、発信する、最高、叫んでいく、その爪、いや、いい、落ち着いてる、頑張れ、頑張れ、捉えて、はい、さあ、耐えてるぞ、報告大事、頑張れ、報告が大事。さあ、セルビオ狙いつつ、ナイス、前がきた、前がきたから、いや、素晴らしい、素晴らしい、ね、おそらくね、どうだ、もう一回かけて、いや、強気だ、これはまだ残る、まだ残る、さあ、フルアワーガンダム帰ってくる。さあ、ここはゆっくり立ち回っていきたいが、頑張れ、キノカケさん、ナイス、
うまいぞ。うまい射撃が入った。ジャズを聞かせるんだ。慎重に行動してくださいね。さあ、確かに頑張れ。ここからよし、いけ頑張れ。バーサ使って、バーサ使っ て, 使っていけ。さあ、3000コストはナイス、絞っていいぞ。ナイス、起きてね。いけドラゴンナイス、いけ、熱いハイタッチ、素晴らしい、ナイス、ナイス、マジで本当によく耐え切りましたよね。いや、うん、あのしてみてたんですけど本当素晴らしかったです。いや素晴らしい、ちゃんと逃げて、さあ謙遜からの実力を示していくスタイル。いやもうリナちゃんがもう見とれてて、すいません、石先なの忘れてました、ね、かっこよかったです。では一言お願いします。さっきめっちゃ喋れてたと思うんですけど、ちょっとコメントが出てこないんですけど、おっとりで緊張するんですよ。でもあの視聴者でもね、頑張ったら GGGP で勝てるんですよ。それそうだ、みんなも挑戦しましょう。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。お願いします。あの相方さんにいい思いさせてあげられたんで良かったです。やっぱビシャスが真のネクストリームってことで。よかった、マジでナイス。はい、これからもビシャス極めてください。ありがとう、ありがとうございます。いやおお、まだまだ熱いドラマ生まれてくるから、拍手もいいですね。こういうのドラマありましたね。たまんないっすよね。いいな、この一生でかいぞ。でかいっすよ。いやもうだから多分本当に我々の今日一番コメントが刺さったんじゃないですか、いろんな人に。そうだね、確かにしびれましたね、うん、視聴者でも GGGP 勝てんだぞと。あのね、これ本当そうで、ゲームって中級プレイヤーってすごい支えてくれてるんですよ、アーケードは特に。 ね、その一生って一生に思い出に残るし、はい、うん、そこから彼らって強くなるんで、はい、そうですね、ね、ここから伝説作ってほしいな。はい、お願いします。いやということで見事木の影、そしてバスター生きるボット勝利、おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。さあでは2組目ご案内させていただきます。両名前の方へお願いします。頑張れ頑張れ、はい、どうあはい、それではお名前と期待と意気込みお願いします。はい、ウラジオスです。セブンの乗らせていただきます。今日、横浜で、大阪から来たんですけど、おあレオシルコタンクさんにちょっと会いたいなと思いました。ありがとう、本当にありがとう。で、まあ、あのレオシルコさんがセブンソード乗ってたんで、それちょっとずっと練習してたんで、おお頑張ろうかなと思います。よろしくお願いします。しっかり見とく、お願いします。頑張れ頑張れ。はい、ではお願いします。はい、青のグリモアです。まあ今回なんか即席に呼ばれてたらしくて自分いなかったんでちょっとまあ頑張ります。また見てください。お願いします。頑張れ。頑張ってください。頑張ってください。もうなんか心こもってたねコメント。いやもう本当に涙です。めちゃくちゃ嬉しいですね。あのやめろコメント西じゃねえかっていうのやめろ。気持ちは東で、ね、心は東、うん、彼は東です。誰と一緒に勝ちたいかっていうことなんで、そういうこと、うん、もうねこのオンラインゲームはもう国境を越えるんですよ本当に、はい、いやーこれここで勝ってほしいな、はい、まあ、レオシグさんのセブンソード見て初めてで、うん、いやもうここしっかり応援します。試合はレオシグさん中心に応援してもらいましょうか。わかりました。実況解説よりはねもう応援しながら、うん、喋っていただきたいと思います。いやさあもうこちらも待ちしてるようですね。さあそれでは参りましょう。こちらの会場内、当日タッグ第2戦目です。さあここで思い出を作れ西の感…いや感謝じゃねえ、西からの使い手西を倒せ。頑張れ。では山内さんお願いします。さあセブンソードの視点です。頑張れ。さあウラジオス選手が操るこのセブンソード、憧れの男が後ろで見ている。しっかり見てるぞ、危ない落ち着いてそうだった、大丈夫だいいぞ大丈夫、
さあ気持ちを強く一人目倒せ。さあそこは青木さんが重い。ナイスナイス、落ち着いていこう。そう味方を信じて、オッケーオッケーオッケー、丁寧にしていきます。さあ横からいいよ、オッケーオッケーオッケー、しかしそうでアンカー飛ばしていきました。ナイス、いいよ、ナイス。さあ固めて固めて当てていく。さあいい掛け合いが聞こえますね、こちらでも、うん、自分のペースでいいぞ。さあメインも狙いつつ、まあ、固めている。このまま押し通していきたい。このジャンプ角度の使い方がリスペクトを感じますね。めちゃめちゃうまいっす。さあロックもね、しっかりと見てますね。惜しい、ほら私がアシスト落ち着け、うまい、うまい。あーここで射撃チャージ飛んでいました。いいぞ、いや惜しい、タクグうまい。ジャンプ角度大丈夫、戻せない。さあ耐えた、来ます。あれ、カッコ入れていった。はい、えらい、いい、オンコもえらい。うわ、そのまま惜しい、大丈夫。さあこれはサブサブはめっちゃ減ります。頑張れ、大丈夫。ここから近づく、惜しい、頑張れ。いや惜しい、大丈夫大丈夫大丈夫、まだ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 。ここから相方は耐えてくれる。さあトルギスの体力わずかだ。ここでファイティングバースト発動して頑張れ、じゃあ取れるぞ。おお、アシスト出す、おお、すごい、おお、オッケーオッケーオッケー、いけいけ、頑張れ、いけ、あー、惜しいな、いい、うまい、あれか、いいよ、いいよ、緩急が素晴らしい。いや、めちゃくちゃリスペクト感じますね。マジでうまい、勝てる、あるある、勝てるぞ、待って、勝てる、勝て勝て勝て、コールが聞こえてきてるぞ。落ち着け落ち着け、さあ、いいぞ、うまいぞ。さあ目の前で、ナイス、ナイス、さあ置き詰めだ、頑張れ、置き詰め、やったぜ、やったぜ、うまい、やったぜ、うまい、勝てる。さあ勝利はもう木材か。これバーストを気をつけて、おお、ラブ、いや、でかい、ついて、さあバースト使っていく、頑張れ、いいよ、何の信頼が、できている、惜しい、アンカー飛ばした、ナイス。いやーレオシグの後釜決まりました。いやー出ましたね、実質レオシグみたいなもんですねこれね。やばい、関係を持ってる。東強くないですか。強いですね、めちゃくちゃ。ではでは、インタビューお願いします。すごい心臓バクバク出てて、もう指もブルブルなんですけど。手がブルブル。とりあえず彼で、多分今までで一番セブソをうまく動かせたかなと思って。かっこよかった。おしげさんとコタングさん応援してくれたおかげで、皆さんもありがとうございました。いや、かっこいい、ありがとうございます。ありがとうございました。おしげさん、顔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 、泣いてみた。ガチめっちゃかっこよかった、そうする。いただいて、はい。ではお願いします。まあその序盤ちょっと減ってしまって、うん、ちょっと不安にさせてもらっさせちゃったとこあったかもしれないけど、まあ相方さんもうめちゃくちゃ強かったんで、もう勝ててよかったです。本当にありがとうございます。いや、素晴らしい試合でした。いやこれはもうちょっとレオシグさんから一言いただきたいっす。うん、喋れる、喋れます。もう本当にかっこよかったっす。これからも自信持ってセルソー追ってください。本当にいいもん見させていただきました。いや本当素晴らしい。いやドラマだなマジで。そしてグリモヤ選手、そしてちょっと名前がさっき聞きそびれたんですが、レオシグ愛してる選手おめでとうございます。さあ、すげえな。いやもうこれドラマだよ、うん、もう我々も今エピローグを語り始めてるから、はい、勝ちとか負けじゃねえんだ、うん、さあでは3組目どんどん参りましょう、はい、ではご案内させていただきます。はい、それでは3組目参りたいと思います。お名前と期待と意気込みをお願いします。はい、プレアネームカパーと言います。今回トールギスを使わせてもらおうと思います。おーい。ちょっと緊張でガチガチでバーニア暴発しまくると思うんですけど、まあ、温かい目で応援してもらえたらと思います。頑張ってください、はい、頑張ってください。ではお願いします。
マグメガです、まあ、先ほどジョニーライ電気を使ったのですが、まあ、今回はあのガンキャノンを使っていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。頑張ってください、はい、頑張ってください、頑張ってください。さあまだ加速は止まらねえということで、これすでに何戦やれるか分かんないんですけど、我々もすでに予定してる3戦中2勝しちゃったんですよね。あらあらあら、いやーでもここからはですね、我々さっきも言ったようにエピローグなので、もうここからのもう見てくださいよ、この東のサクセスストーリーを。正直あの涙もろいんですけど、オライナ岸掛けましたね。危ないです、マジでマジで危ないです。さあこっからでも一生ドラマが生まれ続けてるんですけど、向こう側は今どんな確かにどういうテンションだったのか。いや今ちょっと僕も結構グッと来てるんで、ちょっと向こうのコメント見て様子を伺いたいんですが、あ、うん？なるほど仕事か。うん、ちょっとこっちの時間が、あ、なんか結構ケツがあるみたいで。なるほど、ね、さあ試合まもなく始まりますよ。はい、頑張って。ではそれでは参りましょう。さらに勝利もぎ取るぞ、盛り上がってみましょう。お願いします。さあというわけで視点はいいですね、いいオーギスサブチャイからあすごい、いい勢い、いいですね、やっぱ勢い大事なんで、スーパーバーニアは制御しきれません。やはりさあ、いいボスで流れ超いい、うまっ、いや強い。さあやはりこの殺人的な加速をどう操るか難しい、特にこのマシンガン系統は難しいですよね。そうですね、やはり焦ってブーストしまうとスーパーバーニアもう走ってくる。これも守りで来るか、はい、投げて、はい、あまりのレースに取ってけ。おおおいや、いい、いい、カバー、いい、即席とは思えない。おお、これは着地を取れるのか、でかっ、いいカバー、が飛んでくる。さあこれゆっくりというよりはやはりいつも通り攻撃的に動いた方がいいというプランでしょうか。おお、まあ、流れ完全にこっちで、最初全員が味方ですからね、はい。さあ溜まったぞ、トールズの一番楽しい時間が来るぞ、来るぞ、シューティングファースト。さあここは冷静、危ない、頑張れ、当てていけるか、うだ、あとちょっと相手もうまい、ナイス、ほら、さあ一旦トールズで楽しい時間終わったんで、いや全然全然、全然全然、さあここからはゆっくり行きたいところではありますが、相手もかなり攻撃的に動いていますね。しかしガンキャノンが6個集めて、うん、さあいい、ここは落ちどころといいますか、この後のバーストの冷静相手の展開で注目しましょう。さあこの着地をね捉えてくるのがかなり避けるのが難しいんですよね。やはりマシンガンですので、後ろ格闘の急降下にもついてきますから、ストップで、ナイスカード、うまいぞ、さあ来たら打下がって頑張っていきたい、頑張れ、耐えている、着地、大丈夫、そうですね、下格闘するとついてくるんですよね。さあここで、おお、おっ、ラップラストだ、冷静、いいぞ、うまい、なんだ、わかんない、出る、うまい、一旦下がって、うまい、でかいね、さばいて、惜しい。さあここで体力をこんなに残したのはかなり惜しいか、ラップ、いや、あー、こんなに危ない、危ない、これ残ってくれ、落ちない、落ちない、ナイス、ナイス、ありがとうした、素晴らしい、マジで素晴らしい。たまんねえわ即席、うん、いや、いいですね、なんだよ、もう一生やってたいですね。これ熱すぎるっすね。はい、それでは勝者のお二人にインタビューお願いします。はい、いやもう本当にガチガチでやばかったんですけど、もう相方がもう本当に強くてすごい助けてもらいました。本当にありがとうございます。ナイスファイト、ありがとうございます、ナイスファイト。はい、即席だと思えないぐらいちゃんと連携取れたんで良かったです。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃかっこいい、ありがとう、よかった。本当に即席とは思えなかったですね。確かに、うん、結構やっぱりそのテイゴストペア2500と1500って後打ち先打ち結構、まあ、難しいですよね。難しいじゃないですか。そのしっかりと組み立てれていけたというのはやはりその会場のこの一体感がそうさせてると、うん、ね、言ってもおかしくないぐらいのさっきから言ってるんですよ。いや、ほんとそうですね。ということで3組目カッパマグメガ選手、本当にありがとう、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。さあ
どんどんいきますよ。4組目参りましょう。さあでは、4組目、はい、4組目の、はい、お二人にお名前と期待と、意気込みをお願いします。プレイヤーネームはゴシランテと言います。使用キャラはゼロ丸を使います。よろしくお願いします。頑張れ頑張れ、お願いします。お願いします。頑張れ、いくぞ。Be Yourself です。使用機体は変わらず X ディバイダーでいきます。で、ちょっとあの画面が多分出てきてるキャラの中で一番地味なんですけど、頑張りましょう。いや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 、素晴らしいテクニック。そんなことないですよ、もうテクニックが詰まってますから、マジで。いやー、これあと何戦続くんだこれ、うん、まあでもこれ時間の限りですからね、うん、それめちゃくちゃ見たいっすね、はい、もっと面白い。このまま全戦全勝でいきたいですね。最高ですね、それ。ただもうね、なんかもうさっきのもう試合見て、もう西も東ももうどうでもよくなっちゃった、本当。感動しちゃって。わかりますね、一人にもうそれぞれにストーリーがあって、そうですね。だからもう一緒に今ここで戦ってね、一つ一つ奇跡を刻んでるのはアーケードゲームの未来なんで、はい、まあそれを共に刻むべく、さあここから Be Yourself、 そしてゴジランテの試合、皆さんにご覧いただきましょう。盛り上がっていくぞ、盛り上がっていくぞ。さあ準備ができているよ。せさあ見ていきましょう、どうなっていくのか。あらあらと言っていましたが、立ち上がりはかなりゆっくり。ナイス。さあ先ほどの試合とは違くて、まあ邪魔される武装はかなり少ないですね。ナイス、ナイス。さあうまいですね。さあ相手のターン A がまあゼロ丸強化に入る前に攻めに来ました。おー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 、そんなことあるんだ。芸術的な地層。そう、誰だ地味とか言ってるやつ。それが地味だと思う。あのやればやるほど分かる。惜しい。さあ、いや惜しい。惜しい。さあこのテイドスペア即席となりますが、さあ対戦相手はショーインフィニティと文字が見えていますが、さあどうぞ。いいよ。さあ奥攻めはお、しのいでいけるか。向こうのチームもかなり連携が不安ながら仕上がっている。そうですね、しっかりとゼロマルが強化がないときにターン A が攻めてきますね。さあこれは守れるか、対してどう対処するかというのが肝になりそうですが、そうですね、やはりターン A はですね、まあ、耐久値は下がったんですけども、やはり動力は全機体中、まあ、トップクラスということで、やはり強化が入っても攻めきるのは難しいか。あ、それここは取れている。あー、いいぞ、いい。さあ、いいですね。さあ、座れる。うえー、まだ間に合うの。さあ、ここは落ちてはしまったが、そうですね、おそらくサーチがバースアタックをしたんですが、フラウロスが落ちてしまったので、サーチは変わらずに。なるほど、また感じでしょうか。さあですが、ここからの立て直しに期待していきましょう。オブロイ、さあバースアタックがしっかりとステップをして避けている。そうですね、こちらの2枚が出てる。わっ、おお、フォローもしっかり。みんなフォローまで早いっすよね。やり込みが伺えますが、職人が職人たるゆえんすよね。さあターンエン体力がやはり減らすのはかなり難しい。あいやあれ、あいやあいや、発足。さあ地層でブースト回復していたら、その頃にはもう画面始めます。おお、めちゃくちゃ曲がった。さあダウンを取ったら起きて、いやー今の当たり方ちょっと。ナイス、わっ、スターになってしまった。いやトライ、大丈夫。さあここは捉えていける。お詰めは無理はしない、しない。さあゼロ丸の忍刀道に期待していきたいが、大丈夫。おお、忍刀道になるまで勝者ガス使って頑張れ。そういうのくしのいでいる。よしよしよし、いいよ、頑張れ。うまいぞ、ダウン取って。さあどうする、ショーのターン A が、あーうまっ、夢抜き一発。さあここから2戦コストは体力マックスで出てきます。やば、あ、もう引くのはかなり厳しいが、さあバーストがない、どこかでバーストが、うまい、よー、うまい、スルスル抜けていく。さあショーが来る、頑張れ、耐えていきたい。ショーが耐えれるか、
ナイスファイト、ナイスファイト。さあ、健闘してくれた両目に大きな拍手。惜しかったですね、今の試合は。レオシグさん、いかがでしたか？そうですね、結構相手側がしっかりターン A が体力残ってたんで結構厳しかったんですけど、それでも球をかいくぐって差し込んでるのがすごく良かったです、ね、地面を縫って、とか喋れるまで踊りました。あ、だめ良かったですね、本当に、はい、とかすごいっすよね。いや、あんな地層キャラだね。地層であんな球かわすの無理ですよ、うん、無理です。下潜ってそれこそ横格闘にちょっと射撃が噛み合ってしまったシーンはあったんですけど、うん、それ以外も前に行きながら被弾を抑えて試合を動かしていきました、うん、いや、しかし頑張った Be Yourself、 そしてゴジランテ選手、本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そして続いての選手がスタンバイをしております。リーナちゃん、お願いします。はい、ではお名前と期待と意気込みをお願いします。プレイヤーネーム、ルナーで、使用機体が、エクガンのエクリプスフェイスです。すごい緊張してるんですけど、ちょっとやらかしても温かい目で応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。大丈夫です、頑張ってください。大丈夫だ、俺たちがついてる、ついてる、うん、お願いします。はい、はい、チェルシーです。先ほどハンブラビ使いましたが、今回もハンブラビいきます。はい、みんな声出していこう。イエーイ、ここからここから。さあ、いい大会だな、本当これ。いいですね、めちゃくちゃ面白い。ここに来て、職人枠の方々が受かってきましたね。おー、うん、まあね、ここ先ほどみんなに、ね、皆さんにご覧になってない抽選で、はい、裏でもちゃんとね、別で抽選そうですねっていうところなので、はい、抽選させていただきます。我々もこのいい意味でサプライズなんですが、さあ、準備の方が進んでいる模様であります。はい、さあ、ということでね、もうここまで今この、即席タッグは現在4戦して3勝1敗というところで勝ち越しはいるものの、はい、まあやはり勝ちよりももうもはやね、いかにこの会場で思い出を作ってもらおうかかな。そうっすね、ね、本当に緊張してガチガチって言ってるけど大丈夫、もう完全にホームなんで、ここは。完全ホームだから、ホームです。こういう大きな大会ってやっぱり周りは全員敵ってのが多いんですけども、そうですね、むしろ周りが全員味方で、そうなんですよ。なんならもうね、ないですよ、ほんとこんなイベント。ないですよ。いや、存分に楽しんでほしい。はい、さあ、ということでどうやらマッチングされた模様であります。さあ、それでは、5組目の即席タッグマッチパート2、絶対に勝っていくぜ、では実況お願いいたします。はい、それでは山内さん、お願いします。はい、さあ実況していきましょう。この戦いを思い出に残す戦いにしてくれ。はい、行きましょう。さあ、いいっすね、スタンプが。はい、ね、俺たちの奇跡を、即席感出てますね。さあ、目に当てていきます。さあ、スタファネが始まったか。さあ、ここは第1形態、第2形態、第3形態と形態を変化させていきたいところです。そうね、エクストリームガンダム3種類いますが、こちらエクリプスは射撃寄りの手がなっています。はい、まあ、先ほどからゼノンは何回か映っていますけども、ゼノンと比べてこの後ろ角度のジャンプ角度がですね、垂直に上がるんですね、これ。はい、ゼノンはまあ山なりに前の方に行くんですけども、エクリプスは上の方に行くということで自衛寄りなんですよね。最初はうまく貯めて、この形態、第2形態は、ナイス、この形態をしのげば最強の第3形態来ますからね。さあ、間もなくこのエクリプスタイムがやってくるんでしょうか。さあ、ここをうまくしのげれば連携でゲージを稼ぎたいところが、ダメに打っていきます。あ、ないこれ惜しい。さあ、ここからですが、追撃してくる。ゲージが溜まりました。ここからですね、ここからが本番。さあ、やってまいりました。メインからメインを打って遠距離攻撃最強の勝者。やはりネクストはですね、球が全てディスタンということで勝者を抜けることができません。はい、さあ、やはりエクリプスの勝者は非常に球が太いので大きな一気になります。オッケー、パロドス、カモリングバスト、ハンカピー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 。さあ、このまま行きたい。勝者打ってシューティングバースト、ぐんぐん前に行く。
鬼攻め勝者バグダメ鬼攻め素晴らしい今日なんか微塵も感じさせません。緊張の気持ちはない、全然緊張しないですよこの動きは。やはり相手スターウィニングは事件一強化になっておりますが、こちらは完全に A 級ですからね、はい、ずっと強いままと、うん、この状態で当てて当てて、ナイス。さああとわずかの体力、さあどうぞで、さあ距離を取ってレッツかなり勝者見つつ、うわうまい、いい方のともに、ナイスナイス、職人のステップ見えました。奥さんに打つぞ、オッケーオッケーオッケー、十分頑張った。さあここから負けてはいられない理由があるんだよ。さあ開幕一瞬で落としていきます。そうか、奥さん職人ここにいた、やりますねやりますね、こんな気持ちいい、やりますね、ありますか、やりますねやりますねですね、はい、ではコメントお願いします。いやちょっと全然ボタン押せない時とかあったんですけど、勝ててよかったです、ありがとうございました。めちゃくちゃナイスファイト、ナイスです、すごい、いや神でした、相方本当やりますねありがとうございます。いやチェルシーさんもありがとう、ありがとうございました。いやすごいっすよね本当、あの攻められるペアになったんですけど、そのレックスかなり困ってましたね、両方行っても取れないっていう状況が続いてた。そうですね、やはりハンムラビは自衛能力非常に高い機体で、エクリプスがまあ結構早い段階で強肩シーンができたので、できましたね、まあ、そうしますと弾が太いんですよね、うん、まあ、レックスの弾がよく活気されやすくて、まあ、攻めあぶねていたところにしっかりと差し込んできましたね。差し込みましたね、置き攻めも完璧でしたからね。いやいい置き攻めでした。さあまだある、はい、もう一戦いけるんですが、まあ本当にね、もうコメントでなんかルナさんを応援してるコメント、なんか懐かしいとかね、いろんなコメントが来てたので、ルナさん、チェルシーさん、本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。あ、さあまだもう一戦いけるいけますいけます、はい、まだいける、いきましょう。では続いてのお二方どうぞご案内させていただきますなんと満を持して、満を持して、頑張ってよ、おたんぐさん。ちょっと緊張してんじゃないお前、大丈夫カードがないとあいつ俺と組むときより緊張しますよちょっとではでは早速お名前と期待と意気込みをカメラに向かってお願いします。プレイヤーネームキギポと申します。期待はニューガンダムです。まあ、レオシグッズさんとコタングさんも本当憧れのプレイヤーなんで組むことができて幸せです。じゃあよろしくお願いします。頑張れ、頑張ってください、頑張れ、応援してするから。はい、じゃあコタングさんもいいですか。いやめちゃくちゃ嬉しいことを言っていただいたんで、もう絶対に勝ちたいですね。頑張ります、頑張りましょう、頑張ってください。頑張れよ。何何なんすかこの幸せ何なんこの幸せ空間は。ハートフルっすねマジ でガンダムといえばイベントバチバチですか基本。はい、何なんですかね、この一体感最高っすね。だからねさっきコメントに過去一あったけえ大会って書いてあった本当なんすよ本こんなあったかいイベントあるかよ。いやでもまさかここでコタングが選ばれるっていうところがまた運命的なところありますね。持ってますね、しかもその憧れてるプレイヤーと組めるタイミングもありますから、ね、くじでこうやって、ね、当たるっていうのはファンが選ばれてやつ、ね、これボタングレオシグのファンが来て、いやこれたまらん瞬間でしょう会話してますからね。俺もすっかり後ろで応援するんで、はい、頑張れお前、気張ってけよさあクニホさん最高の思い出作って帰れよさあということでクニホコタングペアを全力で応援していくぜ。よー頑張りやがれ、いけいけ。それでは実況お願いします。さあそれでは私中尾実況させていただきます。瞬発的に不幸に入学ため、はい、さあ対戦相手に裏はまたブレザーいるので、勝者がやはり怖いし何度もありました。そうです、頑張って帰るところ。さあそこはしっかりとコタングがフォローしている。しかしステップ踏んで球はここはナイス、よく読めた、でかいそれ、連携も勝って頑張れ、
さあ会場からは倒せマジでという言葉が飛んできております。大丈夫コタング全然有利やからこれ。さあコタングどうする。さあここは抑えている。お、ナイスやるよ。コタング暴れている。大丈夫大丈夫。さあコタングどうする。起き上がり、しのいでいる。しっかりとコタングの一瞬だけ後の動きがした。ここはノイズ。いや、待て待て待て、うわっ、すべての味方してる。さあそこは小金のコタングに行く。そう、バッタケそう。ナイスナイスナイス。奥攻めやって、はい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 、インファンデルバリア。さあニューガンダムだてしかないぞ。うまい、冒険、いいフェイント、いいシード。さあ射撃チャージを使って、おーい、関係ありません、コタングにバースがある。なんだあいつ。さあ叫んでいるが、さあどうする。頑張れ、うまく回しているだいぶ安い、安い、かなり安い。どうする、ここは大丈夫大丈夫、バースがある。さあ落ち着いていきましょう、渡ってるぞ。ダメルフ、おつけ、頑張れ、おー、うまい。どうする、おくれ、振るのか、うおー、強気で投げ通してった。さあどうだ、来た、やばい、相手苦しまぎれ、いいよ、すごい、いったん下がって、落ち着いていこう、ナイス、すごい返して、さあこの隙にいけるか、おい、詰めてるぞ、おいけろー、どうだ、うわー、ナイス、ナイス、マジで釘ホコタング、おめでとう、おめでとうございます、マジでおめでとうございます。いや、なんだかも感動しちゃいましたね、本当にすごいいい試合でした、ではコメントお願いします。めっちゃ嬉しいです。もう後ろからあのレオチグさんがめっちゃ音がやめろ、俺もらえるからじゃあやばいって、俺やめてくれよ、やばい、レオチグさんおかわりしてしまう。タングさんもう強くてもう最高でした、本当に思い出ありがとうございます。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。いや、コタングさんも一言お願いします。いやー、ほんとすごい嬉しいですね。自分何もしてないんですけど、めちゃくちゃ相方の人強くて、すごい応援もしてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスファイト。やばい、もうほんとなんかもう我々結構もらい泣きモードね。俺はもうルナやばいです、ほんとに。なんかなんならもう東西戦だということを忘れかけてる。どうでもいいよ、もうもう今ね、もう必死に今もらい泣きしないようにコタングをいじってどうにかしようと思ったんだけど、そうだね、あのコメントでもコタングイケメンとかいっぱい書いてあるんですけど、みんな僕は見てましたよ、コタングがさっきポップコーン食べるっつって月城に何があみんな覚えとけよ敵だこいつ、お許すんじゃねえ、ね、ポップコーン美味しかったです。ありがとうございます。よしよし、引っ込んだ。よし、さあ戦いはまだまだ続けます。続いてはこの2人、どうぞ。なんとここでチャンルイ登場なんだ。頑張れ頑張れ、すごい。はい、ではこの流れのままインタビューさせていただきます。名前と期待と意気込みお願いします。はい、名前がモノアイと申します。期待はガンダム X を使っていきたいと思います。あれ、職人として、機体熟練度がマスターじゃなくて出れな、あのエントリーすらできなくて、まあ、こういう場で戦うことができてちょっと嬉しいです。頑張ります。いや、頑張れ、最高のコメントだよ。お願いします。アンパレロ、はい、チャンルイです。まさかの知り合い目的で知り合いなんですけど、まあそうですね、まあ頑張ります。頑張れ、大丈夫だ。使用する機体はまあ多分みんなびきすると思うんですけど、ちょっとドラゴンガンダムで。いいよ、いいね、見せるね、いいね。あれ、なんかちょっと趣旨が変わってきそうですね。あれ、職人戦まだついてました。まだついてすごい豪華な
いやまあこれはせっかくなんでね、うん、あのお客さんの視点で、まあまあまあ、そうですね、せっかくなんでね、お客さん、はい、お客さんかな本当に、出場者じゃないかな。さあというわけで、俺が見たかった戦いはまだまだ続きますよ。いやーもうなんかもう結構俺たちも結構いあれだね、なんかもう感動の向こう側に行っちゃってるよね。そうっす ね、だ定期的にレオコタを泣かしに来るもう泣かん、うん、さあここから見せていただきましょう、モノアイチャンルイによる戦い。さあさらに勝ち星だけではなく思い出の我がキングスワー、盛り上がりましょう。さあ見ていきましょう、視点はもろい選手で、はい、さあ宮城さん、はい、先ほどとは違う X が出てきましたが、そうですね、こちらのガンダム X はですね、2倍に使いまして乾燥があります。はい、こちらですね、ディバイダーの状態から乾燥してメインシェイク、どこで飛んだ。一生動いとるやんこれ、一生見たわ俺これ。さあディバイダー以上に止まらない系だなって言いますね、はい、嘘は無限にあります。今の武装はナーフされているんですけども、それを感じさせないやはりこのムーブ、うわおー爆裂、はいはいはい、ナイス、繋いで、さあチャンヌイドラゴンも非常に気になる視点なんですが、気になるんですけども、今日はこちらの視点でいきましょう。おいいよいいよナイス、なんかいいよとか言えるだめな確かに俺さあここからいいよ、わおダウン取ってからを決めたな、おいさああまりにも惜しいなえすごい見たやばいっすよ、チャンネル暴れているおい恐ろしいよ、外のスピード腕が伸びてますね、うわぁ、はい、やばい、いいよ、いいよ、落としてさあここはナイス、はい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 、これ固められんのあれやば、しかも直線でしっかりとブースト回復しましたね、これ岩がおぉ、味方してる、さあどうやってブースト、ブースト無限ですこの人。さあうまく下がって、さあ一旦下がって取られないように、さあここは落ち着いて、おおおおレイジングバースト、レイジングバースト、うわいやーおいおいおい乾燥して、はいオーバーヒット、はいロックは変えても大丈夫なんかやってるなんか決めてるぞ気になるところだが、あこう条件決めてる、見たかったけど、いやうまいやろ、で足放射まで、さあまずい攻めからの爆風は落ちてみるかさあここはレイを止めていきたい、はい、止めていける、さあただ意外と危ないか、いやー強すぎる、さすが強すぎる素晴らしい、はい、おめでとうございます。ではインタビューお願いします。なんとか、まあ、R カフェを見せることができてよかったです。光沢ちょっと消えちゃうのが悲しいです。ありがとうございました。ありがとうございました、ありがとう、はい、相方強くて勝ててよかったです。なんかこの機体結構マジでもう終わっちゃうんですけど、なんかめちゃめちゃ強いんで、ちょっと皆さん一回触ってみてください。最後にね、ありがとうございます。とても美しい勝利だったしね。そうですね、いやーここでもう見せてくれました、モノアイさん、チャンルイさん、勝利おめでとう、おめでとうございます、ありがとうレイジング。さあもはやですね、これも皆さんのご協力によりまだ理論値を超えてさらに入れられます。さあでは次、なんと出てくるのはなんとリシノンであります。きたーそしてはい、それではお名前と期待で意気込みをお願いします。ジェリド・サザンドラと言います。あ、エクバ2の頃にレオシグさんの動画見てガブスレ強いんじゃないかなって思って始めて、もうマスターまで乗り込めて、今めっちゃレオシグさんの前でガブスレ乗れて本当に嬉しいんで俺大ファンです、普通にめっちゃ動画見て勉強してます。ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ってください、頑張ります。相方もリー・シュノーさんっていう昔から憧れてるプレイヤーなんで頑張ります。はい、頑張ってください。もうコメント優勝だよ、優勝
じゃあシノンさんもお願いします。はい、リーシノンです。機体はウィングゼロを使います。おお、ちょっと相方の名前を聞いたときにそのすごい尊敬してるみたいなことを言ってくださったんですけど、僕名前聞いたときにちょっといつもボコられてんな僕どっちがゲストかなって感じなんですけど、足引っ張らないように頑張ります。おー、頑張ってくださ い、 はい、期待してます。頑張ってください。後半戦くじ引き、いやすごいですよ。くじ引いた誰ですか。くじ引いた名前聞いて会場がバッて入っておーってなる。うえーすごいですね。これ勝ったらまたレオシグ泣いちゃうんじゃん。いやこれは泣かないやつだって俺ファンですよ。すごいです逆に。でもいいですね、その普段はオンラインで対戦しているからそうっすね、まあ、実際どういう方かっていうのも、はい、なかなか知れないのが今のゲームセンターのガンダムっていうのもありますんで、こういう場がねその人と人を繋いでくれる場でもあるんで、そう ね、 ね、いやあのレオシグさん、ん？多分見たいと思うんで。俺も、ね、席ここでよかった本当に。確かにめちゃくちゃ見えます。間近で見えますもん。ガブスで見ていきますか。しっかり応援します。すごいな。後半戦。いやなんかもうね本当にこの仕組まれたんじゃねえかっていうぐらいの本当にドラマが多いけど、ただもうこれはね、我々も共に、この本当クロスブースト。そしてこれオバブに向けてのですね、はい、奇跡をさらにたどります。さあ盛り上げていきましょう。さあ次で山内さんお願いします。はい、さあゲームは間もなく始まります。視点はガムスウェイ。西陣営は大したまたまってもてないですよ。ガブスレー、宮城さんどういった機体になりますか。そうですね、ガブスレーはですね、まあ、ハンブラグと同じで変形機体ではあるんですけども、はい、こちらはかなりゆったりとした変形機体ではありますね、うんうん、まあ、ジリジリした動き、結構ディズニーに近いものもありますね。なるほどなるほど。さあ動きに名前を名前を聞いた人々がどよめく、そんな男が今プレイしています。ジェリードサダーマンド、アシストが強いぞ。最多の優勝者なんですけどね。あー素晴らしい。さあこの変形をうまく使いながら、これ変形の動きからゆったりとした動きから余裕が感じられる、この怖いですよね、むしろ優雅な立ち回り。いつでもお前を見ているぞと。ねえ恐ろしい。さあ空に飛んで変形しながら、ああ上から上から戻ってメイン。当たってしまったか。さあ相手も上手いですね、さすが全国優勝さん。コンフォルシアを捉えていきました。さあ無理はしない。やはり単独がある動き、3000コスト側が後ろに回って相方を援護する展開が先ほどから続いておりますが、さあメイン打ちながら一定の距離を取り続ける。さあこれ相手が今日からタイミングよく終わってますか。大丈夫だよ。さあここから空に上がり落ちながら打っていきます。なんだよ。もう当てていきました。さあどうしのぐ。さあ近づいたところ惜しい。お、ナイス。当てている。落ち切らず。さあホットスクランブルが来ているが、このガードガード出るな。さあここからはい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 。さあ変形して、狙ってる。上から上からどうだ。さあクロス、ファーストクロス発動して上から照射、うまく下がって大きく距離を引いて、なんだよね。援護も完璧。さあそのままホットスクランブルを追いやるか。どうだ。おお、照射流れてくる。立ち直っていますが、いてここは一旦ダメだ。はい、リングが横から。ナイス、素晴らしい。凄まじい落ち着きのある終始余裕感じられました。そうですね、安定してましたね。安定感満分ですね。ではでは勝利の2人に一言お願いします。いやめっちゃ緊張しちゃって被弾が情けなかったんですけど、なんとか介護していただけて本当に感謝してます。ありがとうございました。かっこよかった。ナイス、ありがとうございます。あの相方本当強かったんで安心してプレイできました、うん、ちょっと今度ゲームセンターであったらまたやりましょう。お願いします。新しいつながりができましたね。つながりができた。ありがとうございました。うわいい握手だな。次の全国の相方が決まるかもしれない。ね、
いやでもなんか互いがリスペクトし合ってるっていうところがまた最高でしたね、本当にね。そうですね。さあということで見事にリシュナン、そして伊藤サザンドラ選手、見事に勝利おめでとうございました。おめでとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。さあとんでもねえぞ、まだいけるんだ、まだいける。さあ次の2人をご案内しましょう。この男行ってきます。行ってこーい。よしぐさん。大丈夫、あの試合中に泣かないですか。だってまた泣いちゃったね。すみません、画面見えないです。それではお名前と期待と意気込みをお願いします。はい、ドスコイと言います。今日は頑張らせていただきます。よろしくお願いします。頑張って、頑張れ。じゃあレオシグさんもお願いします。はい、乗る期待なんですけど、彼が僕のアルトロンファンって言ってくれたんで、今回はアルトロン使いたいと思います。いいよ、攻めます。頑張ります。はい、ありがとうございます。なんかいいっすね。うん、和やかっすね。もういいな、和気あいあいと楽しそうにやってますね。本当っすよね。うん、まあ、彼あの勝負事っていうの忘れてんじゃないですか。確かに。まあもう西の話も別にね、特にどうでもいいんですけど、なんか西はあのコーリーがあの V ガンダム語ってるらしい。まあ確かにこういう時って気合い入れていかないと、まあそうですね、言葉が続かないじゃないですか。いやー、ただもう我々はもう我々でも今ね、もうこうやって、まあ、食べ物の恨みは恐ろしいんだぞと、まあそこ引っ張るね。もういやでもお腹いっぱいの感動をもらいましたよ、もうこれは。そうですね、本当にその序盤はどうなっていくんだろうっていうので年書きだったんですけど、途中からもっと続けっていう、うん、そうね、もう終わりが近づいてる。朝集合した時の俺たちに今の光景見せたいな、はい、本当にそうですね。多分誰も想像できないです。確かに未来が待ってたんだと。本当ですよね。さあということで第9戦です。ドスコイレオシグペアがさらなる勝利を刻みます。それではみんな盛り上がっていきましょう。頑張れ、盛り上がっていきます。じゃあ視点は本人たっての希望ということで、アルトロンいきますか。はい、はい、あ見ていきましょう。というわけでさあどう動いていくか、攻めますと言っていたレオシグ。さあ最初のガンが前に行く。さあやはりレオシグといえばこのジャンプ格闘となりますか。アルトロン改めてどのような期待になりますか。アルトロンですね、レオシやはりその打ち落とすとジャンプ格闘がですね、非常にまあゆったりはしているんですけども、下までしっかり降りるということで、はい、まあ、これを使ってまあさらに近距離強力やるな、はい、こちらを使い分けて当てなります。ありがとうございます。下もですね、強力ですからね。おお、素晴らしい。やるな、いや止まらない。さあドスクイさんのあの手厚い弾幕が、うん、いい味出しますね。どうだ、相手はバスターケルが高いしてる。素晴らしい。このコンビいつから組んでんだ。いいですね、今しっかりとサブ射撃で声がすごい。ほら、攻めてる、攻めていく、完璧。どう詰める、いやあタイム、うまっ、やるね。本当にさっき泣いていたのか、この男は。鳥肌が立っちゃうよ。さあ動きはいつも通り、大丈夫、うまい。お前うまくないか。嘘だろと。どうしる。さあ何が見えている。はいはいはい、はい、しかし相手のめちゃくちゃ体力が残ってる、残してますね。うわー、俺が来たか、超えてますよ。ナイス。バース使ってここは逃げるしかない。オッケー、行こうって聞こえますよ。これレオポナの時よりも喋ってんじゃないですか。そうですね、確かに。さあここに勝ってしまったか、うん、さあここはアサルトバスで迎撃していきます。バース使ってバース、さあジャンプに、うわーい、うまい、うまい。強すぎる。強すぎるな、強すぎるな。はい、それでは試合後の一言お願いします。あ、こっちです。
いや、楽しかったですし、スマホとかの画面越しで見てた人たちとこうやって一緒にゲームできるのが本当に夢のようで、ありがとうございました。最高のコメント、ありがとう。ありがとうございます。じゃあレオシグさんも一言お願いします。視聴者のためってなった時の動きすごかったっすよ、言われながら。いや本当にありがとう、マジでめっちゃ楽しかった、本当に。ありがとう。いやもう今もうコメント東も西もレオシグ強すぎ強すぎ、まあ、マジで強かった、もう追っていきましたね。読み合い冴えてる、詰め方冴えてる、やっぱ涙が全てを、はい、もう涙の先にもう完全に覚醒しましたからね。泣いたら超強くなりましたね。さあということでね、まだいきます。まだいける、まだいきます。では次いきましょう。さあハゼロー登場です。おっ、そして、はい、あ、大丈夫です、お願いします。優しい。はい、ではお名前と期待と意気込みをお願いします。はい、プレイヤーネームモカハルオです。使用期待はガンダムサンドロックカイです。おー、優しい、いいキャラ。いや、倉庫から取り出してきました。はい、生まれも育ちも九州なんですけど、もう生まれここに来て2年なんで、もう九州では決別します。よろしくお願いします。だ東だ、ようこそ東軍だ、ようこそ東、ようこそ。ハズローです。さっきまでちょっとヤクト動画使ったんですけど、ちょっと懐かしい倉庫からレオシグさんリスペクトシリーズ、おっとで、ガンダムレギルス出そうと思います。おー、ずいぶんと懐かしいもの。頑張ってください。このリスペクトシリーズの流れは、これコタングの嫉妬は大丈夫出てこないですよね、僕の期待は。おかしいよね、コタングの組織、別ので、ま、何満足してるから。まあ、ゴブっすね、なるほどな。いやいや、まだ続けれるんですね、あえて出身地をこう晒していって。確かに、でも現住所ということで全く問題ないんで。すみません、全然東です。いやここが家です。そうです。そしてここがモカハルオさんにとってのホームです。自信持ってやっていきましょう。頑張ってください。って東はあったけえぞ。さあ参りましょう。第10戦参りましょう。モカハルオ焦ろう、さらに盛り上げていくぜ。盛り上げましょう。お願いします。さあ新山モカハルオサンドロック会議見ていきましょう。さあ両機体とも初登場ではありますが、ここはせっかくです九州から旅立つ男を見ていきましょう、さあ開幕は九機体と仕掛けていきたいところ2000コストのこちらの機体です。さあどのような機体になりますか。サンドロックはですね、どちらかというと緊急事態がありますけども、やはりマシンガンがまあかなりリロードしていくので使いやすい感じになっていますので、ナイスマジで自身の体を使ってロックを集めて相方の援護をしていきたいですね。どうだ、まだ詰まったか。大丈夫大丈夫、さあ中距離戦続いている。相方がまだ体力をしっかり持っていますので、はい、冷静に中距離戦していますね。そこは無理はしない、かなり落ち着いてますね。すごい、本当そうですね、全然ミスがない。いいですね、圧のかけ方が、まあ、低コストで、まあ、かなり十分な仕事をしてますよね。はい、圧をかけて弾を打って相方がその後弾を弾く。いや、今のはサンドロックのおかげ。さあ倉庫から取り出したという表現はですね、最近はもう黙ってしまってるみたいな表現が多いんですけど、おっ、何で、まあ、いいですね、ちょっと意味合いが違うようです。非常に温まっている、見てるな、素晴らしい。倉庫で温めてきた、あ、動いて、ナイスカバー、ナイスカバー、これ本当に即席か、素晴らしい連携、さあ見ている、で、しっかりと振って、惜しい、ここは全然安いと、安い、さあ落とした。ハーゼロレギルスの手厚い弾幕、しっかりと弾幕まで持って、さあここはちょっと当たってしまったか、罰があります。さあここのはい、バーストはおっ、いけー、よろしくと使って、そうだ、ここはコスプレ、いや、ここは範囲で指先に行くな、めちゃくちゃ冷静、冷静すぎる、いいぞ、素晴らしい、避けている、いい、
取れている。うわー、うますぎません？バリうまいやん。素晴らしい。どうだ。さあここはパス受けて、パパスがこれはね、これを吐かせて落ちちゃったのがでかいですね。そうですね、レギネスにプレッシャー減りますからね。しばらくジュイルシャーはかなり武装が弱くなっています。メインがマシンがなっています。さあここ相手もしのいでくる。さあジャスティスに詰め寄るのはかなり難しいが、ハゼロさんはレギネスが、さあこのままサンドロックもう一回前に行ってもいいですね。確かにそうですね。さあこちらは選択肢がオフ、相手は選択肢がありません。お、いいぞ、まいぞ、お、当てたー、おー、素晴らしい。東へようこそ。東へようこそ。狙っていくのは東軍、おめでとうございます。強くない、バリ強いっすね。バリ強い。私応援に力入りすぎてこれ見てちょっとしなくて。いやそう、めちゃくちゃやばい。ではでは一言お願いします。あ、はい、なんとか本当相方のおかげで勝てることができました。ありがとうございました。ナイスです、ナイスです。ここまで育ててくれてありがとうございました。いやー、久しぶりにレギュレス乗ったのもあるんですけど、緊張で手が震え、途中降りてくが全然ダメ。いやいやいや、めちゃめちゃうまかったっすよ。どっちも言ったけど、いやもう相方が暴れてくれて本当ありがたいが言えて、ありがとうございます。ナイス、ありがとう、ありがとうございます。ナイスファイトでした。いやー、完全にモカハルオさんはもうね、我々のこの東海上の代表として一生をもぎ取ってくれたので、さあ行きますよ、まだ行きます。さあ今度はこの方にご登場いただきましょう。人生は高飛びだよ兄貴。空に。そしてリナちゃん、インタビューお願いします。お名前と期待と意気込みをお願いします。プレイヤーネーム5号って言います。使う機体はストライクフリーダム使わせていただきます。おお、いいキャラ。今まで出てきた 人たちと比べてめちゃくちゃ弱いくて緊張めちゃくちゃしてるんですよ。先輩頑張るんで応援してくれと。頑張れ、よろしくお願いします。頑張れ、頑張れ、頑張れ。では兄貴お願いします。兄貴今日ジュニアさんの高跳びを見て、僕が跳びを語るのは100万年早いと感じました。ちょっとできる限り頑張ってきます、うん、頑張れ、頑張れ、頑張ってください。高跳び奥深いんですね、はい、いいですね、その高跳び使いの。確かに、はい、開口だったのでまた縁ができましたね。さあどうなっていくかですよ ね。レベルとかね言ってましたけど、でも大会の一勝ってものすごい経験値になるんですよ、はい、うん、でその一勝を思い出に糧に、そこからのプレイモチベーションっていうのは続いてって、いつぞや強豪プレイヤーに成長する、その発端になってほしいですね、ゴーゴー選手、はい、さあそれでは参りましょう、第11戦です。さあ盛り上がっていきましょう。頑張れ、さあ試合始まりますよ。お願いします。では山内さんお願いします。さあストライクフリーダムとペイルライダーのタッグが今生まれました。この勢いのまま勝って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 勝ちまくれ。イエーイ。さあペイルライダー、今回も次元強化のハデスがあります。おっと、空に上がったところ、やっぱ空に上がるのを狙ってましたね、相手も完全に読んでたようですね。これは空を飛べるか、頑張れ。相手がもうやはりかなり中距離維持をしたい機体ではありますので、こちらペイライダーがどう切り込めるか。さあガードはさせて、さあ玉川が頑張る、いい連携、目的とは思えない、素晴らしいチームプレー。大丈夫大丈夫、そうまた空に上がりつつメインを打っていきます。後ろに回り込んでマシンを引っ掛けて、一旦降りて整えて、頑張れ、大丈夫だぞ、走っていきます。相手もかなり手堅くて、じわじわテイクのが難しいですね。大丈夫大丈夫、ここはマシンガードさせて、さあハデス発動しています。おお、ここはアシストキー破壊してスーパードラグン飛んでいます。そのままうわー、ちょっと待った、うぶとい、お動かない。さ
パラミティを詰め寄りたいところではあるが、さあそのまま睨み合いは続きます。難しいですねこれ。いや相手の守りが非常に硬いですね。さあそうそう、カットで空に飛び上がりながら、いやめちゃくちゃ出てきちゃったですね。ここでカラミティどうだ、頑張れ、そうてけ、距離を取っていきます。固まっているところ、ここな、余裕した、後ろから勝者。さあもう一回捕まえたいが、ただ FX が体力減ってしまうとバーストモード入りますので、はい、この前にカラミティ何度か減らしていきたいところですね。どうだよ。さあここですね、ここは勝者見ていました。ナイスシード。ここはアトラニアスでフリーダム、よし、勝者 FX ガードしています。ようよくだ、お、これはどうだ、着地よーしますバーストの系、しょうもない、カラミティ近づいてミサイル撃ちながら、ナイス、いいダメージ入っている、おお、ついてくる、落としてくるが、何度も立ち上がり、やってきた、うわ苦しい、大丈夫、ここから、ここから戦うんだ。どうだ、相手がかなり手堅いですね。いやー、はい、飛び上がるところしっかり打ってくるぞ、頑張れ、逃げろ、いやしたかったか、ナイスファイト、ナイスファイト、空は高かった、高い空、逃げねえいや、とんでもない。今の試合はレオシグさんいかがでしたか。そうっすね、なんか最後なんかすごいマジで逃げろって気持ち超強くてバンってなってわーってなったけど、本人なんかすごい楽しそうだったんで、うん、よかったと思います。はい、ありがとうございます。コタングさんはいかがでしたか。はい、やっぱ高飛び界にもなんかすごい人がいるんだなって高飛び界のコメントで思いましたね世の中広いです、うん、いやでもなんか5号選手本当にね、もうなんか自分のねレベルのこととか心配してましたけども、でも本当強くあり続けることよりもゲームを愛し続けることが大事なんでね、うん、ぜひこの後もね頑張ってほしいなって思います、はい、本当に、5号選手そして兄貴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそしてラストです。ラストに入ってくるのは井上選手、そしてはい、お名前と意気込みと期待をお願いします。ゲーム内 PN エリート振動キッズでやっております。はい、フェニーチェを使えるわけではないんですが頑張ります。いや期待はスプレマシー使います、よろしくお願いします頑張れ、頑張ってください。お願いします。点音点も取り出し、なんか即席も取り出しでちょっと緊張してるんですけど頑張ります、はい、頑張ってください大丈夫大丈夫です大丈夫です、はい、楽しんでいただければね、そうっすね、思い出を、はい、交流していただきながら、ここまで来たら勝ち負けじゃないですからね、もう、はい、確かにそうなんですよ、もうなんかもう勝敗表僕つけてないですからね、はい、もう、はい、途中まで丸バツつけてたんですけど ね、 うんね、もうメモることをやめました、うん、もう正直ね、もう勝っても負けてもどっちでもいい、今は楽しんでいただくこと、楽しんでいただくことですね、うん、さあというわけでここに来てスプレマシー登場と、スプレマシー来ましたね、はい、来ましたね、確かにビシャスは映ってたけど、うん、スプレマシーはこれが、さあ2期目のネクスリム期待、はい、さあ相手の準備が整うまでしばらくお待ちください。鳥なんでちょっと気合い勝つ入れてるのかもしれないですねまあそうですねまあこっちはね思い出作ってくださいと、うん、はい、楽しんで、はい、精一杯楽しんで、うん、そうですねいやー、それにしてもラストなんすね。もうラスト、そうですね、まあ、ラストといつこんなに見させてもらったんですけど、いやこれ正直何試合見込んでたかって話なんですけど、はい、皆さんがとにかくすぐ出てきてくれて、はい、進行にめっちゃ協力してるんで、多分12戦は考えてなかったと思う本当に、まあ、確かに前半だって4試合でしたから、そう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 、はい、まあ、3倍です3倍。いやこれはもう本当になんかもうMVP は今日の東会場の観客の皆さんですね。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんでございます。さあ見届けましょう。ファイナルマッチ、最後の声援を送っていこう。頑張れ。さあ。
さあそれでは最後の試合を見ていきましょう。改めて東陣営最高の皆さんということを応援を通して伝えていきましょう。頑張れ、お願いします。さあ画面に映るはスプレマシー初登場になりますが、どのような機体になりますか、宮城さん。さあ1500の中かなり近接に寄った機体でありますよね。近接の中でも、まあ、GA4 ってありますね、まあ、近距離で、まあ、このようなキューブスはたくさんありますので、それを匂わせつつ、まあ、こちらはこのように降りてるなどに駆使して、まあ、相手に翻弄していきたいではあります。かなり揺さぶってますね。着地すらしもしっかりしながら、お、あとスプレマシーがしっかりとロックを集めてキューベレーが後ろから刺していくと、もう、うまい、ガースは、チャージョットが、ジルがしっかり見ている。さあ、ゆったりと、相手もかなり連携が取れているように見えるが、しかしこちらはキューベレーが体力しっかり残していますので、はい、最悪スプレマシーが、まあ、何回も前に出る確率はあります。まあそうですね、かなり攻撃機も動ける機体なので、ナイス、しっかりファンネルでダメ取っています。さあ、勝者、はい、大丈夫、生き残っているんで問題ありません。オッケー。さあ、このバーストはどう使っていくのか、次に回してもあります。ナイス、いいよ、大丈夫大丈夫大丈夫、曲がってくる、バーストの使いどころ息を合わせていきたい。さあ、曲がってきますね、ありますね、ドラムじゃない、頑張れ、バースト、さあ、かっこいいよ、さあ、嫌がきだ、相手もしのいでいる、エム、落ち着いてけ、ドラムと上から攻めてこようとしているのか、ここはダブルロックで落としていく。さあ、メインの足が止まるタイミングを相手も狙ってきてますね。そうですね、やはりその G メガですね、放っておくとあの強力な弾がたくさん落ちますからね。これです。さあ、ブロックを取りたいんですけども、上からの弾幕が非常に濃い。さあ、しっかりとロックを集めてます。ナイスガード、ナイスガード、これはわあ、イズナ落とし、大丈夫、さあ落としきられてしまうが、大丈夫、まだまだ体力ある、井上バースト使って、どうなる、どうだ、相手も連携非常にしっかりしてますね。さあ、ここは井上とのコンビネーションを頑張れ、立てていきたいが、立てている、プレッシャーバーストからいい、ある、どうする、置き攻め、ツーダウンですよ、取られてる、いいよ、いいよ、はい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 、落とせた、イズニー逆転、いいよ。さあ、ここから GA メカを狙っていくか、やはり GA 手段はないに、おい、いい連携継続になっている。ここはおそらくスプレマシーもう一回落ちていく作戦でしょう。そうですね、さあここで GA メカの方が落ち着いて難しいったりはありますので、はい、なんとかして減らし使い、もしくは GA メカを追っている最中に助けに来た試作1号機減らしていく、どちらかのパターンでいきたいですね。なるほど、さあ、ゲームがかなり苦しめてくる。さあ、ワンコンボでかなり減らせるぞ。おいしいところに落ちてきた、ナイス、安全に安全に、マジあるぞこれ、全然勝てる。さあ、ここはスプレマシーを止めに来るしかないですよね、1号機は。はい、でもファンネルがあるので特殊カットを使いづらいか、スワッチを使いづらい、頑張れ、あ、取れるか、いい、いい、はい、さあ、減るぞ、はい、おぼう、いいよ、頑張れ、いやー、惜しい、素晴らしかった、ナイスファイト、ナイスファイト、ありがとう。最後の最後までもつれますか、今回のイベントは。惜しかったですね、すごい。レオシグさん、今の試合はいかがでしたか。いや、最初だいぶ不利展開で、いや頑張れって気持ちだったんですけど、途中一気にまくって本当にもうなんか油断できないですよ、ごめんなさい、うん、ありがとうございます。コタングさん、いかがでしたか。もう本当レオシグの言う通り、途中からのイケイケモードって言いますか、ほら、うん、勝ったんじゃないかみたいな だったんですけど、まあ、勝負何があるか分かんない、分かんなかったですね、うん、最後は相手がしのぎ切りましたね、うん、お見事と言わざるを得ないシーンでした。さあ、ということで、エリート振動キッズ選手、そして井上選手にも大きな拍手をお送りください。ありがとう、ありがとうございました。そして、はい、ただいまの時間をもちまして、会場内即席タッグ戦パート2は終了となります。
本当に皆さん大きな参加ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということでね、集計中なんですが、まあここからねエンディング入っていくんですけども、はい、エンディングまでのどこかで会場はもう最後にあの抽選会ありますんで、はい、もうあの抽選会これもうもらわないと損なんで、みんな、ね、せっかく来てくださって、そうそう帰らないでほしいなと思います。はい、我々も、我々はどうかな参加したいですよ、ね、一抽選はない、うん、でちょっと気になってるのがね、今なんか西の方でね、なんか最後の試合勝ったら2億点とか言ってるんだよ。何を言っているんだ。出た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 。あ、ということで、さあということでこれじゃあ一旦締めましょうか。はい、はい、以上会場内即席タッグ戦パート2でした。ありがとうございました。さていやかけ抜けましたね。もう出る。さあこれは全部映るのか。全部映るんですかね。4枚ある。枚そりゃ4枚あるでしょう。4枚も789試合目勝利勝利勝利。いやこれどっちの勝ちなんだろうな。天音天の終了時の会計は、東会場が273ポイント、西会場が200ポイントで、東会場が73ポイントリードしておりました。あー結構ギリギリですね。分からないですね。これどうなったんですかね。接戦ですね。まああとは向こうがその最後の試合の2億点とかわけわかんないけど、ね、そういうことですよね。大丈夫だと思うんですが、さあということで最終的なポイントの集計が完了したので、はい、表彰式に移ります。おっおっおっ。はい、先ほどもすみませんちょっとフライングしてしまいました。東会場が273ポイント、西会場が200ポイントで、我々東会場が73ポイントのリードをしていたというところでした。はい、はい、さあそして運命の会場内即席タッグ戦パート2の獲得ポイントを加えると、どうだ、来るか、出るか、ほい、お、どうなってる、おっ、イエーイ、やったー、東会場598ポイント、西会場500ポイントで、よって GGGP2023 クロスブースト東西対抗戦を制したのは東会場です。ありがとうございます。ありがとうございます。すげー、すげー、やったー。はい、ここまで熱い試合も繰り広げてくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、はい、いやもうなんかね勝利っていう部分をかみしめながらなんですが、はい、ただ一末のこのもう本当に勝利の喜びよりも終わってしまう寂しさが襲ってきてしまいましたね。本当ですよね。めちゃくちゃ楽しかったっすよね。ね、本当に。まあということで GGGP2023、東西対決、東西対抗戦ですね。いよいよエンディングの時間となりましたが、はい、まず今日皆さんいかがでしたか。もう感想ちょっとね聞きたいんですが、本当に最高でした、うん、マジで。本当に楽しかった。なかなかここまで一体感のある大会ってないですよね。確かに。でも本当にこの会場で本当にこのみんなとやれて本当に良かったです。まあ、一番楽しんでましたからね。確かに。泣いてる。何度泣いたことありました。喜怒哀楽一番あったじゃないですか。誰か怒ったっけ。負けて悔しい。あそうかそうか。確かに。どうでした？そして今レオシグさん言ってくれて、コタングさんとか疲れてる斉藤さん絶対に疲れてますね。いやでも本当にただただ楽しかったですね。うん、もう会場の皆さん、ね、疲れんな、ちょっとな、疲れたよ。なんか終わった感が押し寄せてくるんでね。確かに急になんか熱がふーってなってますね。ほっとねしちゃいますよね、ふーみたいな。いやでも本当にね皆様あったかかくて、あ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 
なるほど。いや、いいなぁ、これ戦ってくれた皆さんですね。はい、よかったです。ありがとうございます。はい、まあ、散々煽り合いましたが、はい、はい、相手にも拍手を。皆さん、まあ、共に本当にね、はい、これからの新しい、ストーリーを紡ぐ本当に仲間ですから、今の一覧はね、はい、本当にもうリスペクト、最大限のリスペクトを送りたいと思いますがさ、感想の途中です。リナちゃん、どうでしたか？あ、私、クローブの大会を生で見るのって今日が初めてなんですよ。なんかこんなに熱狂してるって知らなくって、で実際にやっぱそのゲームセンターとはまた違うこういう会場での熱気を生で肌で感じることができたので、すごく面白かったです。また来たいです。ありがとう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。楽しかったです。さあ、実況解説陣にもちょっと聞きたいなと思います。はい、さあ、ではどうします？順番は僕からでいいですか？締めはちょっとあれなんで、はい、はい、今回キャスタープロジェクトという形で携わらせていただいたんですけども、こんなに熱い試合の連続で、しかもこんなに皆さんが愛してるゲームに関われて、もう本当に何度泣きそうになったか、今一番目に来てます。本当ありがとうございました。ありがとうございます。そして宮城さん、どうですか？いや、最初はですね、まあ、そのここ映画館で飲食も自由ということで、まあ、ポップコーン片手に楽に行こうかなと思ったもう終わってみたら僕ポップコーン1個しかつまんないですよね。ハマるにはまって、しかも皆さんもめちゃくちゃ一体感あってあったかったですからね。いや、こういう大会もめちゃくちゃいいなと思いました。いや、またやりたいですね、これ。はい、いや、ありがとうございました。ありがとうございます。そして中尾さん、いかがでした？はい、はい、本日実況を担当させていただきました中尾です。本日は皆様改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。です。いや、そのコメントにも途中あったと思うんですけど、まあ、かつてないほどに一体感、そしてあったかいイベントになったと思うんですよ。なかなか涙を見れたり、その、まあ、今までその動画をたくさん見てましたとか、プレイを参考にさせていただきましたみたいな交流もあったり、かつ対抗戦だったり、いろんなそのまあ、ゲームセンターでやっていきたいとか、いろいろ思い出を作れる要素がたくさん詰まってたイベントになっていたなと思って、オバブでもお願いします。いや、本当にやりたいですね。お願いします。お願いします。皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ちょっとね、西の方がどうやらこの後の展開を待っているようなので、はい、最後私ご挨拶簡単にさせていただきますが、はい、ここでインフォメーションです。では、りなちゃん、お願いします。はい、機動戦士ガンダムエクストリーム VS2 クロオーバーブーストでの GGGP2024 開催です。ありがとうありがとうこれは、はい、賞金とかはどうなんですかね？はい、賞金も用意する予定でございます。マジか。これ2024って書いてあるけど、はい、どうなんですか、時期的なものとかって？あ、ちょっとかなり間を空けて発表する予定でして、いきなり始まることはないので、はいはい、まずはオバブをエンジョイしてお待ちください。はい、はいはい、オバブでキャスタープロジェクトに応募したい人は続報をお待ちください。お、夢がある。ありますね。でもね、本当このキャスタープロジェクトはマジですごい夢があると思うんで、そうですよね、ね、変わりますからね。ね、素晴らしい戦いをね、一緒に盛り上げてくれる仲間を募集しております。はい、そして続いてデジタルアイテムのおさらいです。お、あ、そうですね、事前に発表されてましたね、これもね。ありましたね。いやー、このステッカーとか称号とかも始まる前はね、お、かっこいいじゃんぐらいだったんですけど、うん、いざ終わってみると究極の思い出ですから。いや、本当にオバブで使えますからね、これね。つけます、俺。東軍最高の思い出になったと思います。はい、というところで、ここからどうやら西から多分来るのかな。はい、はい、今日の感想などやってもいいでしょうか。いや、私クロースブーストはそこまで深くやってなかったんですけど、はい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 、今回のためにやったんですよ。はい、それでなんかすごい昔そのでこのシリーズが出たばっかの頃の気持ちをちょっと取り戻してですね、はい、ちょっと次回作はちょっとやろうと思って、お、はい、すごいオーバーブーストはめちゃめちゃやろうと思ってるので、ちょっとまたここに実況で来れるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。さあ、それではですね、はいはいはい、中継の準備ができたということなので、つないでいきたいと思います。東会場の横浜、
繋いでいきましょう。どうぞどうぞ。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いやー楽しかったね。楽しかったよ、はい、楽しかった。そんどに楽しかった、楽しかったね。なんかもうあの勝敗とかどうでもいいよね。マジでどうでもいいですよね。いやこれ楽しかった、はい、こっちもさ本当途中から実際もう本当後でみんなアーカイブ見てほしいんですけど、はい、笑いあり涙ありだったんですよ、こっちは、はい、確かにちょっとセクシーさん涙の後ありますもん。僕はあの泣かないために、はい、コタングを売ってるんで、そのシーンの後で見といてください。ちなみに本当にあの喋れないぐらい号泣だったんで、うん、いや本当、はい、ぜひあのレオシ君が本当やめましょうね。やめましょう。違うんですよ。まあよかったね、マジで本当にもう大丈夫です。今はもう喋れます。え？あ、そうなの？何？何があった？まあ気になる方はもうアーカイブご覧ください。こちらも見てください。いや一つ言えることはでも本当にこの一緒にゲームを盛り上げて、はい、勝ち負けじゃなくて、うん、今後本当このアーケード、はい、そしてこのエクストリームバーサスシリーズっていうものをしっかり紡ぐ相手とこの時間を共有できたことに我々は感動しています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそです。本当にまたやりたいですね。またやりたい、やりたい、お願いします。やるんだけど、誰が決めるの？やるときには一応前日から条件合わせようぜ。本当に確かに、うん、俺ら東でいいから。よく何を言ってるかよくわかんないですね。この後待ってるんでしょ。いいの、帰ってきたら覚えといて。お土産買って帰るからね。ありがとう、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで改めて東会場の皆さん、はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。強かった。西会場のみんなも本当にありがとうございました。お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様でした。ありがとう。うわすげえ。なんか本当に終わっちゃうんですね。終わっちゃいますね。悲しいな。なんかエモいね。エモいっすね。エモいね。ああなるほど。はい。声のトーンが1段階下がってますけど。いやでもちょっともう本当ね、これからまあ一旦ちょっとここから一旦配信を終了に向かっていくわけなんですが、はい、配信本当でもういろいろな方がねもうずっと最後まで応援していただいて、はい、もうこれ延べですごい人数見てると思うので、どんじゃないですか。だってずっと7000人超え続けてますよね。もう7000、一応8000超えたりとかアベレージで、しかも両方ですから、ね、確かに2つありますもんね。だからもう本当にね配信ご覧いただいた皆さんにはもう感謝しかないんですが、はい、ただ本当これからもね機動戦士ガンダムエクストリームバーサスシリーズ、そして6月28日、はい、ここから稼働いたします、機動戦士ガンダムエクストリームバーサスオーバーブースト、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。もうね配信に向けて僕が最後ちょっと一言だけ、なんかさっき感想言えてないんで一言だけ、はい、お願いします。じゃあ、もう申し上げさせていただきますと、やはりあのまあ元々僕もあのアーケード畑で育ってた人間ですから、はい、今このビデオゲーム、そしてこのガンダムシリーズっていうものが、いわばこのいろんなねゲームの世界の中ですごく今取り手となって支えてくれてると思うんですよね、はい、そしてもうオンラインが確立した中で今日こうやってオフで、はい、みんなと盛り上がれたこと、オンとオフ全てをですね、もうこの凝縮してみんなと会える互いがリスペクトするタイトルってなかなかないと思います。この灯火絶対に消さないように、これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではガンダムゲームグランプリサポーティドバイ三強、クロブスクロスブースト東西対抗戦、あ、はい。これは中継後でいいんですよね。
今言う中継後って書いてあったから中継後に月城さんの感想、じゃあ月城さんの感想もぜひもう一回、はい、あ、いいですか、はい、私今日一個言い忘れてたなってことがあって、あの今日のためにこれ衣装をね作ってもらったんですよ。今日のために可愛いですか。可愛い、そう、あの可愛いコールが来てますが、ありがとうございます。かのちゃんっぽい色合いで、うん、なんかねここのジジジピっていうのもすっごいかっこいい感じで、ででんプロゲーマー感すごいそれ欲しい、いや分かる、これ一着しかないんですよ、世界に一つだけ、はい、世界に一つだけ、させていただいて幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう言い残したことはない？もうない。でも本当楽しそうにしてたよね。めっちゃ楽しかったです、ね、なんかなんてただのゲームの試合を見てるだけじゃなくて、はい、なんか本当に青春スポーツ漫画を読んでるだろう、本当に笑いあり涙ありとっても面白かったですね。アーケードゲームってすごいんですよ。100円玉1枚でこんなドラマが生まれるから。本当ですよ ね、本当皆さんには感謝してますね、我々はね。本当感謝してます。はい、で素敵なね、コメントもいただいたところで、はい、改めて、はい、ガンダムゲームグランプリサポーテルバイ三強クロスブースト東西対抗戦、本当にお別れのお時間です、はい、会場へお越しの皆様、そして何よりも配信ご覧の皆様、長時間本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またいつもこの GCGP をご支援いただいている協賛者様、本当に各社様ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで2024の開催が決定しておりますので、はい、またぜひお会いしたく存じます。ということでここまでのお相手は横浜会場司会進行担当セクシー斉藤と、同じく横浜会場 MC を務めました月城里奈と、実況の中尾と、はい、解説の宮城と、実況の山内純陽と、レオシグと、コダングでした。ありがとうございました。みんなありがとう。ありがとう。愛してるぞ。ガンダムシードついに出撃。ガンダム行きます。俺がお前を撃つ。それでも守りたい世界があるんだ。フィーバー機動戦士ガンダムシード三強。日常も趣味も、そしてゲームの世界もつながり合い、楽しみながら自分の可能性を広げていく。さあ、ガレリアとその先の世界へ。ゲーミングパソコンガレリア。ガンダムシードついに出撃。ガンダム行きます。俺がお前を撃つ。それでも守りたい世界があるんだ。フィーバー機動戦士ガンダムシード三強。